はい、こんばんはー。ね、本日は、えー、2017年の6月の18日、夜の9時を回ったところです。こんばんはー。ね、皆さんこんばんはー。ね、全人類の、えー、そうですね、コレステロールです。ね、はい、こんばんは。 いやー、今日も今日だとですね僕の夏休みの生放送をしていきたいと思いますね前田君と結婚いつするんですかね <laughs> 絶対にしないですねあのー、し,しもがれてもしないと思っといてくださいねはい青酒はですね、えー、差し入れでいただきました宮島味ビールというどこのやつなんでしょうか宮島ビールというものを、えー、いただきまして、えー、それを読んでおりますね広島県だそうですね あルパの車みたい、そうそうこれもオープニングのムービーのとこからね撮ってきたんですけれどもあのー、皆様は今日何かしてましたかねえー、前回の動画もねなんとかあのー、2時間2時間ちょっとね前回も生放送やりましたけれども今日はなんとドドンと2時間したいと思います皆さんありがとうございますよーねえフッごめんなさい今だけです 今だけだと思っておいてください、皆さんね。大丈夫です。ねご安心ください。今、ちょっと我慢していただければ、もうすっと引きますんで、本当にちょうどタイミング悪かったですね。申し訳ない。皆様んタイミング悪かったです。<laughs> フリーザですかそうですよ。フリーザですよ。<laughs> だから似てないんだって。似てるやつにしろー。かちょうこさわしてくださいね。すみません、タバコだけはほんと。 命の次に大切ですんでね <coughs>。本当に毎日やるの何を <laughs> 何を毎日やるのなんかえ、何これ僕の夏休みはことかな僕の夏休みはね、結構あの似てるものまであそうやっか、ベジータぐらいかな。カカロットカカロットあかん兄ちゃんって離れた離れた。じゃあ離れた。じゃと何が似てるかな足玉。いやでもな。 足玉だよって言うだけやもんな。じゃなんかもっと勢いで言えるやつがいいねんな。勢いで言う。悟空の嫁何 <laughs> 言ってた悟空さやろ。じゃなんか勢いだけやねんって <laughs>。違う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 じゃほんま、父は勢いだけマジで。b g m がちょうどいいですかペプシ…いや、ペプシバなんか喋らへんやん。シュワーって言うだけやろ。いやだから勢いで言えるやつはちょっと強いかもしれない。ほんと、人一倍。いや勢いしかないから、こっちは。なんかもっとこう。 なんか新しいの開拓していきたいと思う俺エルエエル、エル,エルモとかいやエルモエルモってわかる今の再現のやつマスオさんマスオさんえー、っとマスオさんなんて言うんやんかよマスオさんえマスオさんってえなんて言うのマスオさんえライトついてきたななタラちゃんダメだよ じゃあだからあますさんとか中途半端なとこつくなってまして主人公にしろってせめてそんなとこえー、かえー、かええかあーそれかああそれそれを言うてくれええー、って言うてそれやったらできるよちょっとだからそこだけあれにするんだよなそれだけそこだけあの畑さんに畑元宏にするんですよね全然違う全然違うなるといやな,なるともいやなるともこれ難しいやったことないもん何って言われたらわかるけどいくらじゃんはーい,い <laughs> それだけ。ヘイビルハウスもあんま変わらへんけどね。は<ー>い。<laughs> ヘイビルハウスのかわいいめ。<laughs> 真面目に、いや真面目にやってるって。真面目にやってこれやねん、もうそんなん言われたって。しゃーないやん。いやもう、さ、もうちょっとその、なんかこう、はははな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 はくんって何はなはくんってどれ僕あれだよ。お金持ちなんだよ。誰やねんちょっと待ってって。やって誰やねんってなってへんけ、今。 じゃだから、花輪君とかってわけわからへんやつ言うからっていや、ほんま、マジ勘弁して。じゃ俺が誰か分かった、誰とか言うのやめて。じゃ俺が誰か分かったよやもん、だって。いや、ひどいとかじゃないもん。いや、分からへんもん、だって、花輪君が俺。だから、わじゃ分かれへって言ったもん全然言えも私は。あ、コナン君とか無理やな。コナン君は、まあ、前やった。あ、の之助はね、あの、前やったんですよね。あのー、んやったっけほら、ほら、 しんのすけだ、どぅやろじゃう, <laughs> ちょちょこうみんなやってみて。じゃ今みんなパソコンの前でやってみて。しんのすけだ、どぅってこう、あがんねん。じゃあ、下から、下から上げて。いや、これ絶対、いや、これは絶対使える。どぅってやったら、で誰でも似てるから、マジで。これ、いや、ほんま、これは誰でもできる。これだけかな。自信持って言えるのは。と、あと、父ぐらいかな。<laughs> 何言ってた、ご空さしか言えへんけど。<laughs> でですね、皆さん。えーと、今回はですね、 あの、僕の物語じゃない、僕の夏休みね。僕の夏休み、ね、画面だけ合わしますよ、皆さん。ね。さっきまでね、あの焼きおにぎりを食べたんですよ、私。焼きおにぎりを食べたらね、あ、お腹減ったなと思って、うどんを食べましたね。すると、ギリギリな時間になってしまって、申し訳ない、ほんとね。今、バスの中だけど、やった。バスの中だけど、やった。何やったんですかあ、32日目までやるつもりですよ、一応ね。ので、では32日目までね、やりたいと思ってます。はい、マスダ山でーす。ね。 消え失せてください、ね、はい、は行きましょうかはい、えー、っとね、ところがどっこいね、ストーリーがね、ややこしかったんですね。花火を見た次の日っていうのはもうやったと思うんですけど、花火を見た次の日からそのスタートになっちゃうんですね、これ。ここになっちゃうんですよ、この8月の8日。 ここからスタートしたいと思うちょっといちいちダブっちゃうんですけどね、うん、いや32日がどうやっていけるか分からへんからあの、いきたいとは思ってるんですけど正直そう最後にやろうと思うもう終わってからやろうと思いますねおっここの回目ってことこれんやったっけああこれ教えてもらってんけどななんてやったらつ合わせたななんとかを手のひらを上に上げて大きく背伸びの運動からや,やななやつやな 忘れましたねここの画面部屋って3分の1やなまだな分…あわいわい来たよーってねありがとうございますあなたのご,ご来店を心よりお待ちしておりましたよ <laughs> 仕事か <laughs> <laughs> あら右の方すごい足が長いようでねユニクロだったら8 0ンチですかねまた明日今日は焼きおにぎりとうどん食べましたねそれだけですけどいただきます、はい なんかトリュフみたいに見えるね、あのしゃけが。あごちそうさま。給食のね、あ、ちょっと待って、こ日目はもう正直ごめんなさいと、動画の方もありがとうございます、コメント打っていただいたんで、ちょっとその前回のコメントをお話ししたいと思うんですけど、前回生放送の最後にね、給食の、みんなの給食のご飯は何に入っていたかっていう話をしたはずなんですよ。で、え給食の私、僕、私はっていう大多数の方が、あの、なんか、カップに入れたと。 給食当番がカップに入れてそれを食べていたという方がいらっしゃったあ入会してきた方だありがとうございますね本当ありがとうございますでえー、っとあったんですけれどもあの YouTube のコメントを頼りにしたところですね YouTube の方々も結構ありましたただよくよくあのコメントをいろいろね、えー、Twitter とかでのコメントも見てみたところ意外とね 地域によりバラバラそしてえっ、ー、とご飯はそっちでも牛乳はこっちみたいなえー、結構いろいろあったんですねだからち地域によって年代ではなく地域によって変わったっていうことみたいなんですよ結果としてはだからやっぱりバイバイみたいな年齢の若い人たちと皆様みたいなおじさんおばさんがあの同じちょっと違うことになったっていうことみたいなんですねっていうことを皆様に知っていただこうっていうことで今回はね はい。斧を手に入れました。おの <laughs> はい。飲まれてます。ごめんなさい。飲まれてます。私は。宮島ビールに今ね。私のせいではないです。ね。はい。行きましょう。思い切って行きましょう。この黄色いシャツ、なびかせて行きましょう。ね。よっしゃ。えーと、どっちでしょうか。えーと、斧を使うところといえば、チッチッチッチチッチッいや、謎謎じゃねえよ。はい。ご注ち行きましょう。ごめんなさい。コメント置いてけぼりになってまーす。ね。<laughs> 朝顔ですね。朝顔でした。 今私は自力で思い出しましたよ。いやーよかった。人間は脳の70%を使えてないって言いますから。何してんだよって。私はそれ聞いたとき一言言いましたね。独り言で。はい。<laughs> 言いましたよ、私は。そのテレビを見てね、70%を使えてないらしいですよ。何してんだよと思ってね。母に感謝したいところですね、それはね。皆さんは70%使ってるでしょうか僕今、斧を持ってます。斧持ってるというか、まあ、斧使えるってことでしょうね。 朝顔も、朝顔も咲いてない。朝顔も咲けばいいんですけどね。まあ皆様の笑顔を咲かせるのが私の仕事ですから。ね。<laughs> 今だけなんで皆さん。今だけです。勘弁してください。ごめんなさい。今だけ飲まれてます。ちょっとこうまっすぐ行ってですね。一回水忘れした。ほんま一回水忘れしてる俺。いやー、どうやるなぁ。あ、大吉や。やった。博多華丸や。博多華丸、ありがとうございます。 どっちか一生飲まれてるやんてそんなことないですよ私は今日お休みだったんですよ皆さんお休みでね昼頃に12時頃に起きましたよ12時から今まで実況しっぱなしですよなんて充実してるんだって思いませんかびっくりでしょ皆様から考えたらびっくりだと思いますよ本当に今来たばかりですがこれ32日まで今来たばかりで32日までやるかどんだけ聞き長いね <laughs> でもやるつもりですよやるつもりです私ははい 31日まで終わってエンディング迎えたら32日をやろうと思いますあ今日仕事でしたって方も今日来たよって方もねお疲れ様ですありがとうございます来ていただいてちょっとこの先に今斧を持ってるんでおの <coughs> のとこに行きたいと思いますじゃあなんか酒飲んだらさあ<れ>え何だろうはいん何やどうしたおわな何それ なんなんそれあれ釣れってことえ、釣れんのもあんな釣ってみるあれえ、あんな初めてやねんけどあっちかな、ピョンってほら、おったあ、来たんじゃうあ、来ないわおま、待ってみるかあ、虫なんこれ虫釣りもしたいよなあ、ちょっとごめんなさい動画とはまた、動画じゃないわこのゲームとは全く別の話になりますけど懐かしいゲームって何ですかって話をしたときに上がってきました ゲームを少し買いました、えー、一つは塊魂」というプレイステーション2かなのゲームで。もう一つは「狼というちょっとなんかデザインが和風なゲームみたいなんですけど、えー、そのゲームを買いました。まあこれいつやるとかそんなは分かってないんですけども私は実はやったことがなくてどっちも。であの名作って言われてるのは言われてるんですけどまあいずれのどっかのタイミングでやってみようかなと思っていますね。 あいつ来そうで来うへんな。いや、なんかセッティング悪いんちゃう俺こ,これ。セッティング悪い気ぃすんな。え、さ、天からにするか。天からにして釣ってみるか。え、これタイミング合えば釣れるもんなんか、まず。めちゃめちゃでかいで。あ、来るんじゃないこれ。来たっぽい。あ、違うか。あ、違うか。あ、来うへんな。 へんねこうへんね。あ、リナガムシは、両毛やっていう人もいますね。いや、やったことがないもんでね、私はほんと全然全く分からないんですけど、オオカミオオカミって、結構前からオオカミっていうのはおすすめいただいてたんですよ。あ、釣れへんの釣れへんねや。あ、ほんならもう仕方ないね。これちょっと、もうちょっとだけ待って釣れへんかったらもうええか。天からであがんかって、さらにミミズであがんかったらもうあかんでしょう。ね。 あ、ちなみにそう、オオカミは結構リメイクされてるみたいで、あのー、なんか画質が綺麗になってるみたいなんですけど、あえて私はまあ、プレイステーション2を買いましたんで、プレイステーションの方、方まあ、だから、一番最初の方って言いますかあ、そっちの方をどっちにしてもね、やりたいと思ってますね。あ、もう立ち見の方もありがとうございます。もうどこ別にどこ飛ぼうがもう見てるんでね、むしろ飛ばされた方が見てると言って過言ではないんで、<laughs> 目につきやすいかどうかだけの話ですんで。わいわいは上とやと。ワイワイ 昼顔したいんよくわからないね。上野綾と昼顔昼顔って何リーみたいなことか昼顔って何やろな。なんかそういう昼帯っていうニュース番組はしてるけどね、我々ね。あかん,かん、来,いへ,んこ来いへんな、これ。怖へんわ。いや、うへんのに、でもあのムービーなんすかちょっと待って、粘ってみよう、粘ってみよう。ちょっとごめん、ミミズで粘ってみるわ。あれ戻れへん。 これ釣れると思うねんな釣れへんのかなだって釣れへんにしても要件がわからへんやろ釣れへん買ったとしたらあなんか塊魂はあれらしいよねなんか声優が良かったんだけどな,なんかわか,からへんけどすごい豪華のな,なんかって言うて言うて,て聞いたね <laughs> ほとんど分かってへんごめん何しかか魂っていうどっちが塊までどっちが魂なんかっていう字が未だにちょっとよく分かってないぐらいの話でねあ釣れるはずいやこのでっかい魚わからないんですよ今来た方もね まあ、ぜひぜひ釣りたいとは思ってるんですけどね。まあ、コントローラーが震えたら釣れると思うんですけど。あ、この頃に戻りたい。え、みんな夏休みはこれ、これしたっていうのはある絶対。絶対俺は夏休みに、これ、ちなみにみんなは、夏休みは最初に終わらしますか宿題を。それとも、最後に宿題を終わらしますか私はちなみに最初に終わらすタイプでした。私、あの、本当に私はね、結構そういうとこ、あの、 しっかり考えたタイプなんですね。最初ですよね。最初の方も結構いますね。でも最後の方多いですね。最後の方多いわ。夏休み明けで終わらすあ、マジでいや、なんかさ、その気持ちに持っていかれて、一日無駄にしちゃうってうのが俺もう嫌でさ、嫌で嫌で、あのさ、なんかなかった晴れとかあって、あ、来たえはあ、お前、タイミング、いや、ちょっと待って、俺しゃべった釣れへんやけど、こんな。 いや、なんかさ、あの、何日晴れみたいな。何々したみたいな。ちょっとなんかタイムテーブルみたいなやつさ、あ、なかった <laughs> あれかけって言われたよな。1日から31日まで。言われてなかったっけ3十日やったっけな。あれすごい俺、あれ、あれ、びっちり隠しとやった。俺、あれはかけへんかった。ごめん。ほとんどかけへんかった。いや、もうワイワイは本当にでもね、あ、もうなんかお前早いねんでじゃあ、こう震えてんねみんな一応。コントローラー震えてるんですけど。 めっちゃ集中しても多分どうしてもあまりことのラグがあるまあまあちょっとこう来てるんでちょっとつこ釣ろうか一行あそう一行日記みたいなやつこう来るんちゃうあごめんかあれが自由自由研究何したやろ俺でもまあ観察やろあのね昔昔からデッサンが好きでねわいわいわい絵を描くのが好きやったんですよだからあのー、なんかなやった毛虫かなんかの絵描いてた <laughs> 俺毛虫かなんか なんやったかな何かの毛虫を俺追いかけ回したことあったな。自由研究で。で、ほんまほんま。もう今も,もうむっちゃ無理やけど。み、みんなさ、どこに住んでるのか知らんけど、普通に道沿い、道端にさ、茶色で、顔ガングロの、あの、毛虫っておるめっちゃ体茶色で、めっちゃ毛が、もう直毛で、ふわーってなってる毛虫で、あの、道に、ねうねって知るやつおる、おるおるあ、おるな。あれ、あれやと思う、多分。 めっちゃ気色悪いよな。もう今俺思い出しただけでも、ほんまむっちゃ、いや茶毒学かどうかわからんけど、今日おったうせやん。めっちゃ早いやん。<laughs> あなんか早いねんて、お前もう。無理やって、これ、俺、モニターを変えな。松の木にいんのあれ。あ、もうからん。黄色いの出るかもしれん。わからん、わからん。もう気色悪いね。あれがもう、オッケーなんでやねんてごめん、もう早すぎ、無理、ごめん。ごめん、俺、PS2 を。<laughs> いや、無理やってよ、お前は、うっとうしい、こいつ、PS。いや、みんな分からへんと思う。うごめん、震えてんねん、コントローラーが。PS2 をキャプチャーボードつないで、パソコンにつないたらこう、無理やと思うわ。もうラストチャンス、不思議発見さして。もう、これ実況、そうやねちょっとラグがあるんですよ。もう、ほんとにね、でもこれはね、実況者は言い訳しちゃいけない。ね。ラグありきでやってるんですから、実況者はね。こうへんのかよ。 いやでも、みんなあると思うよ。何のゲームでも、最近のマリオカードとかでもさ、それでもう絶対ラグあると思うよ。もう仕方ないからね、それはね。うん震えて、でもコントローラーが震えてるんで、来てんのは来てるはずやん、絶対。そう、もう,ラ,そうラグもうぐらいしかないじゃない。やらないあかんのよ、これはもう。もう仕方ない、それは。もうこれついたいねんだけどな、ラスト1回ちょっとや,やってみたいな絶対来てるんで今。ちなみに、んあ、こおへんか。ちなみにみんなはその、 あ来てるとあごへんのか目つもってた今俺神経を研ぎ澄ますためにみんなは何したんやろうないやこれくるんちゃうあこれくるんちゃう角度、まあごへんわみんなは何したんやろうなちなみにーナなよせやな。ちなみすぎやな。<laughs> あ <laughs> 危ないいやもう無理ごめん呼んだけど呼んだけどふるえへんかったいや無理ごめん無理ごめん無理無理やごめん無理無理ふるえた今ふるえましたあいたくてあいたくてほんとふるえましたよでも無理やったねこ,ここやと思うのよここにおんのやるやと思うのよこれようかぼくんよしなんかようかぼくんねえ すごいよな、まあま、ね、でこいつよいしょうわうわどうしたまた明日だなああこれもコツコツ系か了解ですコツコツ系ですねまあ仕方ないないやでも斧使えるってのは分かったでかいからね今日から斧使っていきます9日目からね一応9日目やっちゃったんですけどね本当はね、ええ、ただあの花火大会を見るために8日目からやりまして 8日目、俺、朝顔やってないんちゃうじゃあ。8日目、朝顔やってないよな、じゃあ。ああ、まずいな。なんか、いろいろ、テれこなってんだ、これ。まあ、ええか。どっかで、まあ、修正しますね。いや、これ、これやりましょう。はい。虫相撲やりましょう。せっかくなんで。こっちが。いや、暑くなってきたな。あ、どうしたなや今日。とにかく、おばけみたいにバカでかいヤマメなんだって。ヤマメって何そんなの、嘘に決まってら。魚か。 夢を見たんだよ。きっとそうだ。ま <laughs> 言われたい方だよ、ファットお前。え、お前はいつからその髪型なのファット。俺、詳しく聞きたい、それ。コーラのヨーヨーって、うん、おもちゃ屋で買いも売ってないよな。でもうちの村って、うん、おもちゃ屋ないじゃん。うん。え、なんでこの距離から俺、喋られたんやろ、今じゃあ。ファットに聞いてみようか。 ハハハッもてすごいんだぜ試合が終わったらもうすぐにスタミナ満タンって感じはいありがとうございます。じゃあもしズームしましょうかね。スタミナ満タンっていう感じだみたいなんでよいしょ行きましょうこの前の丘この前の丘行ってみてよかちょっと待てよいや俺ほんま今テレコになっててよそのテレコっていうかここらへんが むちゃくちゃになってるはずやで今9日目やねんけど今9日目は本来やったはずやからここら辺がちょっと微妙な感じになってるだから朝顔1日飛ばしちゃってるのかもしれんねんなもしかしたら7日目の朝顔をねまあでもしいいか1日朝顔飛ばしたくらい別問題ないでしょでこいつが2敗しちゃったと思うねんよな前な虫相撲がなかなか難しくって俺お肉がだとか捕まえたはずやねんけどお肉がだとかいた今 おらへんよなあだからそこの部分が飛ばされてんのよなこの日にちょっと待って俺これちょっとこれ今いや違う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 俺ちょっと今こ,これ何もしゃんとくわ何もしゃんといて虫取りに行くわだからあの蜂の巣方面にもう一回行きますごめんなさいこれいやーでかいよあそういやそういや虫かごの問題があったよね いやお、ワイワイが、なんで、いや、いつももうね、なんであの虫かごって緑色なんかなって思ったりするんですけど、ワイワイの時は、あの虫かごは透明なやつでしたね。で、あの、カブトムシがよくわからへんゼリーみたいなやつ食うからね、ゼリーをなんかそこに入れといてね、やりましたけどよく。皆さんもやったんでしょうかね、あの、カブトムシ育てみたいなやつね。あ夜がうるさいんですよね、バチ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 、そこらへん当たってね、あれ。あ、そう、砂糖水塗って、そうそう、砂糖水塗らなあかんね。 これはもう回避できるはずやな。OK。で、こっち行って、まっすぐ行って、ここや。ここで、俺、お肉はがたを手に入れたはずやから、前に。ちょ、ちょっと待って、ここ、ここ、まっすぐ、ここ、まずまずここ行こう。な。うん、なんかおる僕。何も,な何もいないなもいいや。な、け蹴,っ飛,ば蹴っ飛ばしてみよう、一回。二回ぐらい蹴飛ばしてみよう。なんかいるかなんなんかおる僕。 やった <laughs> 何やこれ血色悪いななんかそいつあっミヤマやよマジかおちょっと待てよこれやばいぞえミヤマクワガタあんな赤かったかちょっと待って蹴っ飛ばしてみよう蹴っ飛ばしてみよういやあれ絶対強いってミヤマは強いだってエラ張ってもあの頭の後ろのこのみんな触ってみ首の首の頭蓋骨の付けねえとこ触ってみなんかあるやろあ俺もミヤマクワガタちゃうかって思ったやろ今思ったやろ あれ、顎がめっちゃでかいねん。ごぼって出てねん、ミヤマクワガタは。もう画像で検索してください、皆さん。いや、もう強いないいや、あるって、あるって、あるって、触ってみて。いや、なんもいい品って、お前見たやんけ、さっき。砂糖水、ベタって塗ったんじゃないんですかって。そうそうそう。あったやろ。それやねん、みんな。ミヤマクワガタが先祖かもしれへんで、もしかしたら。やれ、織田信長佐田、坂本龍馬、ね、言いますよ。 もしかしたらみんなの先祖は宮幕分かったかもしれん。<laughs> <laughs> それはないですね。ごめんなさい。つい言いすぎました。それは言い過ぎましたね。こっちかこちゃうなんかおるやったーわー、あんれめっちゃちっちゃいやん。リリースせなあかんちゃうそれ。あかんわ、そんなん。<laughs> ちっちゃすぎるもんだって、それ。見えるか見えるか僕。僕、なんもいいなんもいい蹴蹴飛ばそう。そこ。 なんかいるかなって、そこにおった、おったで問題やわ、それ、僕。蹴ってましたの<ノ>うん。ううあおらへんわ、もうしゃ、しゃないわ、もう。あ、テラフォーマー俺見たことないな。やったなんやそれ。また見えへんわ、僕。なんやねん、これ。なんなん、これ。いや、そんな、その先、ちょっと、もうそんなものすごく短いとこはノコギリでも、切れませんもんだって。 なんかでも、いろんなやつ出てくるね、今日。じゃたら、サトミス塗りましょう。いや、メスはメスで強いかもしれへんけどな。いや、でもメス、カブトムシのメスを戦わそうっていう思いが俺にはないわ。ごめんやけど。なんか、どっちかって言ったら、なんか、あの、先が長い方が、なんか、あのハサミやったらハサミが長い方が強いんやっていう、勝手なそういう想像があるわ。こっちかここ右かここ右行ってみてってことかな。どっち行ってみましょうか、右の道。 これなんんかあるんちゃうさっきの広場やったやねこれね広場行ってみてって言った人いたげんですけどこうじゃないあセミの音とかは好きああったあ大吉だったからあそうか大吉やったから取れんのかなるほどなおやんや すごいな。なんか吸い込まれて、斜めはあ、はいはい、なんだか深呼吸というよりも大きなあ。くびが似合うような実にのんびりしたものだった。う,<わ> <laughs> うん、ありがとうございます。なこれ一回見たよね。なるほどな。ここがもう一個なんかあんねんだ。なんかある？ポイントなんやな。これがいや。まあ一応ね。前回が花火大会見られたんで、今度本日。 本日俺なんかした今。斧切った斧切ったって言うかな切りかかったって。これから切りかかろうみたいな。言うかななんもない一日だった。だけは絶対に回避したいね、俺。ワイワイの顔出しはワイワイの顔出し、ど、どういうことワイワイの顔、顔出しどうしたあれかいや、あの、ちょ、俺もわからへんんけど、みんなのさ、 基準で言う顔出しって何なんお俺の場合さ、名詞が出てへんけど、あれ顔出しになんのあれって、その実況者は顔出ししたってことなんのあれ。なんかのまとめとかで顔出ししたとかでななってんたんやんけど、ワイワイが。え出してませんけどってか俺思ったりすんねんけどな。フルやんな、普通。あ、なんねや。なんのか。<laughs> 全身って。全身はねえよ。そう、まあ。あ、でも、 昨日俺久しぶりに体重計乗ってん。体重計の話したいし,したい,したいみんな。これこ,こ見たらんかあるここ何もないか。これも見とく意味あるんちゃうかな。でもこれ見たけど何もないって言われたからな。体重乗ったけど、172、3センチなんですよね。今、ワイワイが。まあ、伸びてなければ2、3センチなんですけど、65キロやったね完全に太りました。完全に。 えっとね60キロ23キロやったんですよ623キロ体重計のものまねしててできるやつがいんのかよまず、はい、よいや増えた絶対に増えた3キロは増えました皆さん私はデブって<笑><笑>えもう65キロやっぽっちゃりなんの俺うソやん俺もぽっちゃりなんのいただきます,す,す BMI かなんかは2十。 何ぼでしたね二十ちょっとでしたね。それが何か分からへんから。んかでも体重計には興味そういう機能があるらしくて。いやあそこが分からなかったんすよね。いやでもこれ、いやこれ太ってやばいと思って。いやこっからもう太り倒すからじゃあ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。そういえば、とってもとってもとっても大きな魚が。大好きよ。えな。それはきちゃか。 あの池の主が、僕くんに挨拶しに来たんじゃないかな、うん、ねえおじちゃんんあんな大きな魚でも、僕が釣ること、できるかなうん、とっても大きな天からけばりを作らなきゃダメだろうねえ、ダメなのどうすればいいのはうんと早いよお前じゃあ山の中から何か、けばりの材料になるようなものを見つけといて、うん。え、それがわからんそしたら、おじさんが手製の特大けばりを作ってあげるよ材料って どんなものがいいのそうどんなものがいいのうん例えばうちのワンちゃんは剣坊の毛みたいなちょっと硬めの鳥の羽とか剣坊の毛でええやんそれなら簡単だよ簡単じゃないよほんでお前もじゃあ頑張って剣坊の毛でええやんほらあかんのあかんのかいやうんありがとうおばちゃんも剣坊剣坊の毛のような えーと、なんかとにかくなんか、あれなんだかたいかたい毛が欲しいねんだよなばまた来たこれ真ん中キノコやキノコアコで育ってますよねあれ俺育ってると思う俺アコでマンゴワンクイズそやねまあ9日目はまあいいでしょう明日からがまあ、本番みたいなところあるんでね朝顔もねやらなあかんし明日から。 ね、今日はもう花火大会はないんで、近くのところにもし砂糖水濡れたら砂糖水濡いたいと思ってるんですけどね。鍋かな、ええな。鍋食いたいよな。今何食いたい？やるないや。でもわいわいはさっきうどん食ったばっかりなんで。どうしようかな。これ、あの一人暮らしの人とかって自,自炊してる人の方が多いんかな？夜中に剣棒からむしるあ、虫一回剣棒話しかけてみる。じゃあ。

いいですねー、おろしハンバーグ。<laughs> 皆さんが最近食べてないものを今ピタリと当ててみせましょうか。私が。給食で牛乳に入れるやつ。うん、何何ある？何何ってっね。何何って何？うん。コーヒーでしょ。あ、そうこっから来たんな。ソーでしょ。うん。ミルメイクやろうね。あとね、いちごジャム。うん。それやな、いちごジャムやごめんごめん。おじさん間違えちゃうなあ。ミルメイクもね、あのいろいろありましたけどね、コメントいただきましたけど。 皆さんが最近食べてないものをピタッと当てるとすればそうですねオクラですねオクラ食べてないでしょ皆さんいや私はねオクラ最近ね食べたんですよ実はあのあこれこれで健康かごめんね<お>えっ 何しんのぼっくんあかんってだからえ、これ、ええー、のこれあ、これあかんのやろぎゃっふいや、ギャクかじゃなくてあ、いやあかんのじゃないのこれ無視ったんやろ今、健忘の慶応え、これ、こ,れこれ、これでいいのこれ、こんなことできんのこれあかんって言われるんじゃないのさすがにお茶にはぁぁぁぁあか<ー>んもう花火大会に無そっこやこいつあか話ならへんもんじゃんでも寝ようか いやまだ時になってないから外歩けるけどえ何あ剣暴以外になんかあんのじゃいや,い,やいじめないでじゃなくて剣暴の刑みたいにつって言ったから <laughs> やったっけど、別にえそんなに俺いじめられなあかんの今 <laughs> いやそれそういう流れがあったん潮の時からいや俺全然知らんねやけどえ全然知らんかった俺あ僕の夏休み定番のネタなんかそれが いやいや全然知りませんでしたけれども、あ、そうなんだそういうのがあったんな、はいはい、申し訳ない、申し訳ない、ものすごく何しかね、暑い今日、今日暑くないみんな、てかもう俺、ここら辺がクヌギの木じゃないと、もうすることないんやけど、これまともに見れへんわとか <laughs>、<laughs> おい、ほんまにまともに見てたかいや、ほんまにまともに見てたかみた見てるやつ少ないんちゃうか ここまで、ほんまにおって、俺わずか3分の1くらいちゃうか今この画面に釘付けのやつ、絶対絵描いたりしてる。今なんか描いてるやろ。いや、今なんか描いてる、絶対に。いや、俺なんかしてると思う。も、もしくはゲームしてるな。俺してると思うな。してないし。<laughs> テレビ見てるって。お前耳4つあんのか。<laughs> よう <laughs> テレビ見ながら <laughs>、テレビ見ながら <laughs>。俺のやつも見るってやばいな <laughs>、ほとんど持っていかれてんちゃう。ワイワイの声にほとんど持っていかれてるんじゃないでしょうか、それは。いや、もう、これ、俺もうだって、巨峰を標本にするあれがないんですけど。素材がのこぎっちゃうじゃ、のこぎっちゃうか、もう。いや、もうのこぎりのメス、メスって、メスもオスも標本にしたうがいいの、これ。でも、こいついいやろ、四勝二敗、十分やってくれたやろ。いや、違う違う、違う、違う。 こいつも用法にしようぜよっしゃはいお疲れ様でしたノゴギリみたいギザギザの角が特徴だねそうですねギザギザやからノゴギリっていう名前かなツムツム、あおかんもツムツムしてたわ俺今でもえまだツムツムしてんねやと思ったもん俺まだってそのツムツムに対してなくてなすごい長い期間ツムツムしてるから彼女彼女っていう言い方もどうかと思うけどこいつミヤマ、山ヤ山のメッセージを出そう ミヤマオス手に入れたからあんまこれ戦わせたくないからねメスだってあメスだってって書くってことはあれなんやなオスもメスもいんねんな卵を産んで来年もクワガタいっぱい取れるよう頑張ってるんだ偉いんだ <laughs> どういうこと女性差別が多々あったってことですから、ね、これは時代背景として多分そういうことなんでしょうねメスだってっていう言い方を僕くんがするっていうことは多分そういうことなんでしょうね いや、私は別にどうとも思わないんでね、それは。これじゃあ、のこぎりのオスもじゃあ行きましょうか。あ、のこぎりのオスは関係ないんが、またバイやなとか。まあ、もうでも、あれですよね。いや、俺でも最近、俺は思うで、レディースデーとか言って、いや水曜日だけなんか、映画女性だけ1000円とかあるやん。はなんでって思うもん、俺。え、俺はって思うもん。 なんかの時に俺聞いたことあったんちゃうかなえ俺はって聞いたことあったわななんかの時に俺いやちょっと申し訳ないですって言われた俺 <laughs> いやそう言うしかないもんもうだってレディースデーやもん今日いやなんかあれやなんかパン1個無料とか多分そんなあんねやと思うねんいや忘れたけどなんかなんかパッてメニュー見たいだったから「え俺は?」って言ったことあったと思うななんかであ女装して行ったりしたらいけんのかなまあ、9日目えっ、ー、と見てみましょう8日にこれ挑見たんですね9日目はい絵日記書きます 池の中大きな山目がぬるりと光ってこっちを見て見てたに見てたに違いないあーなるほどですねこれでもあのなんかちびまる子ちゃんにこういうやつ出てきたら気するんですけどねすごいなんか異世界の人みたいですねおやすみなさいこれでありが終了9日目が終了がとうてことです、ね、ごめんなさい喉が鳴りましたはい じゃセーブします9日目は9日目にセーブしましょうはいオッケーじゃあ次行きましょうもう10日目に早速行きたいと思います <laughs> おならっていや俺さちっちゃい頃にさおならえっちゃみ,みんなさちょみんな学校でさ腹減った時に腹鳴るやんかあの腹減る時にどうやって今までごまかしてきたごまかしバリエーションちょっとみんなのじゃあこれ絶対今が学生の子に絶対生きるから そう、みんなのごまかしバリエーション聞きたい。俺は、あの、まあまあ、とにかく第一は、あれですよね。別に堂々としてんの強いな。<laughs> っていうの。<laughs> かわいいな。それはこれ、それでかわいいな。あ知らんぷりするのあそう、俺も椅子引く、行く椅子引こうっていうのは多分第一だと思う。あ、うん 見も晴らし良かったよ。見晴らし良かったな。なんかしったもな。じゃあ、あそこの丘かな。いばのそうだね。この子たちがもっともっと小さい頃、あの丘の上に登ってみんなでた揚げをしたんだよ。あんまそうだ。今の本棚に、その頃買ったタコの本があるんだけど、おじさんがタコを作ってあげようか。わいおじちゃん、ありがとう。じゃあ、本を見て、作ってほしいタコを選ぶこと。はい。 そして昼間、おじさんが工房にいるときにでも、うん、何を選んだか教えに来てね。え、うん、そうすね。<laughs> じゃ<あ>、はい、いただきます。めっちゃ、めっちゃお腹なったって言うっていう人いただけどな。で <laughs>、言うって何だかなるもんなんかなご、はい。ごちそうさまでした。 いや、どうやろな。いや、あとは、いや、ちょっとでも、椅子引いたタイミングに限って、ならへんねんて。いや、ほんまに。いや、なるなると思って、椅子引いたりとか、うん,うんとかやって、絶対かぶらへんねん、俺。今までかぶったことない、うまいこと。もうなんか分からへんけど。あれ、あれは多分、そういうふうにできてんねんやな。なんか、あの、そういう不意をつくようにできてんねんやろな、と思うわ。あの、なんか、その、塀に関してもそうやねんけど、いや、わいわいはなんか、小学校の頃かな、もう同じですね、冷蔵庫の中は。 小学校の頃からもうなんか平和ごまかすのがうまかったね。うん、あとな,なんかよくわからへんけどさ、あのよくさ飛行機のさ、飛行機がこう走ってたりしてさ、そのなんか航空理規格みたいなでこう空気の循環とかなんかやるやん。ダスキンとかさ、そういうホコリとか見てるときにこう、ふわーって空気のあれやあるやんか、それを一回部でやれって思わへん。へでやったときにどうやってあれは俺,の俺についてきてんのかたまにわからへんことない なんか階段上がってるときエスカレーターとかでじゃあ平行のときにエスカレーターでこういたヘは一体どういうふうに俺に追従してきてんのかと俺らむっちゃ知りたいねんだけどあれを調べる科学者はいいひんのかな。<laughs> そこまで熱く言わなくていい。ごめんごめん。そこまで熱く言わなくていいな。いやちゃいや。だってさ動い動いても動いてもさあそうだあタコ作らはいタコはい作りましんね作りましんごめんなさいど。動いても動いてもついてくるやろ。あれおかしいってマジでスパイやってあれ俺のスパイ。<laughs> <laughs> 本見ましょう、本見ましょう。楽しいタコ百科ね。あら、分厚い。かか角ダコ。上から2番目の横骨の反りを特に強く張ってあるので、中張り角ダコと呼びます。弱い風で軽く上がるタコです。あり方が 不安定な時は、左右の端に神の王をつけましょう。えー、ああれ、飾りじゃないんや。涙はだははんや。はっ、になだこ。え、になだこ作れへんや。俺ここおっちゃん、おっちゃんマークじゃないとあかんちゃうの俺全然作れへんやけど。は腐るほどあのに。腐るほどあるのに、おっちゃん、これしか作れへんやけど、結局でもこれにしましょうか。これ作ってもらいましょう。どんどんちょっとレベルアップしていきましょう。ね。 そう変な追従を検証してみた動画、ちょっと俺作、どうやって作っていいかわからへんけど、アンモニアが見えるあれとかないんかなアンモニアなんかなんかそういうのがないと無理ちゃう。科学者しか無理ちゃう、あんな。そうだ俺、YouTuber でできるもんちゃうやろ、あんな。適当かなそれ、なんか <laughs>、10人ぐらいたっといてもらってさ、横に10人ぐらいたっといてもらって、あの、5段階評価で、いや、俺は一番臭かったと思いますっていう、その5段階評価で、 な,なんとかこう数値化して <laughs> 俺がそれを横前を歩いていきながらええ言いたら <laughs> 誰が一番臭かったかでどういうふうに変遷してきたかっていうのが分かるかもしれへんなわはははやなありがとうございますねえ朝顔も朝顔さんさんですねサンバードですね長崎屋のサンバード知ってますか皆さんも多分知らないと思いますあっ、うん、おばちゃん咲いたよ咲いたよおばちゃんいいひんやろあおばちゃん来た まあ、やったね、僕くん。やったよ。なんて可愛い,い朝紫の花なんでしょう。朝顔ですよ。僕くん。うん。えらいえらい。じゃ、あ、後で写真を撮っておくからね。あ、ありがとうございます。やったー、写真撮ってくれてんて、また。あの、なんかカメラマンの助手してた人に。なあ。これ良かったわ。えっ、ー、と、斧やらなあかんのと。でー、あとー、どうしよう。これ、あの。 タコ作ってもらいに行った方がいいよね、先に。タコ作ってもらいに行こうか。タコ作り職人のとこ行こう、ちょっと。こっちやと思うの、こっちから行った方が早いと思うけどな。ここやな。これでタコと、あとなんか棚、あっ、おっちゃんがいい日のときに棚触らなあかんのか、確か。話してみましょう。タコと、あとなんか、あの、犬の毛、そう。お前よ、そないいんな言われる社会渡っていけるわ、お前。十分。<れ>うん。これ なんだっけまあいやちょっと柔らかすぎるけど頑張って作ってみるよあ作れんの 2>, ?2 日ぐらいで完成すると思うからそしたらまた取りに来てくださいね作れんねやあよかったあいけんねやほんでタコも作ってもらいましょうかえなになにうん中張り角だこが欲しいのかい他のやつもよかったんよ,、ね、よしよしうんじゃあ2日ほど時間をください、ね、<laughs> おかん2日後いっぱいいっぱいやないか 大丈夫かお前予定2日後が心配ですねおじさんの2日後がよっぽど2日後しかなかったんでしょうねおじさんもやはりなんか例えばお母さんがアウトレット行きたい言うからアウトレット行きますとかあるんでしょうねおじさんにも言うかもしれんな,いな僕も剣暴からむしったよその時おじさんの顔に顔面に <laughs> 同じこと言ったらもう何か言わなあかん思うて同じこと言うたらほんなぐるっと回ってきてますさーい しずくちゃん、しずくちゃん、調べだよって言ってうて、ん。給食のおかず何が好き僕、クジラの竜田揚げ。調べは春雨サラダとカレーシチュー、うん。メモしてくださいね、皆さん、これは。メモしてください。大事ですよー、ね。はい、じゃあ出ましょう、外に。おのんとこ行きましょうね。調べだよって。<laughs> なんか、あのー、方言みたいなやつもね。方言、ちょ、俺方言。 いあ、いっぱいたくさんいてほしいな。いっぱいたくさん楽しいんだよ。とか言ってな。いいわ、俺すぐ影響されると思う今度起きたら。いや、ほんまに。いや、まず、ワイワイと、なんかの、なんかの表紙に、もうほんま、飛行機の事故かなんかで、ね、俺と2人っきりで一日を過ごしたとしたら、完全に関西弁移ると思う、俺。ま、なんかもう、俺そのウイルス、俺。関西弁ウイルス持ってる、俺。だから、自信があるわ、もう俺。 でも、ええって、ええって、もうやったやん、中吉って。中吉ですやん、ほんでまた。どっちや、どっちや。ええってっ違う、タイミングがわからへんねんて。もう減ったやん、ほんで、もう。どっちやっけこっちか。いや、ほんま、ウイルスやから。悪い方ちょっと映ったって言われた移ったって言われたその相手方も分わかってるってやばいな。逆に。そうそうすら <laughs>、したくない状況ですよ。 仕方ないですよだって飛行機の事故なんですからだってあれやばかったよな、ね、でも最近のあのなんかななんやっけあのー、車とバスが衝突したとかあったよ車がぴょん飛んできてみたいなちょっとごめんうちのヤ山怖かったちょっと出してーうちのヤ山ちょっと言わしてええかこれはごめんなさいもううちのヤ山はもう絶対負け知らずですんで金庫まで行くんちゃう最後大吉の時にだってゲットしたから俺 ちょっとまず弱から様子見ようぜ、うちのミヤまで。でミヤマ、ま、多分負けるまでやるから、長引くと思うけどね。もともとでも、動画より生の方が、あいあいって動画より、<laughs> あ、ほんま動画より生の方が面白いそあ,あれなんちゃうだ、数売ってるくらいちゃうからじゃんか生放送の方が。もう動画なんかほんま、20分足らずしゃくでしゃべらなあかんからね。そこら辺は確かにあるかも。 あとなんか、はい、どうも、ワイワイです、みたいなのやらなあかんの。あれ、ちょっと、めんどくさいじゃん、めんどくさいね。あ、コメントある方が生き生きしてる人てあるかも。確かに。それはあるかもしれない。でっかしかも、お前。違う違う違う。弱い弱い。うん。こんなん、まじ、絶対負けへんから。うもう、出てるから、お前。よし、行きましょう。ゴング。行けうん。行け見せてくれるんちゃうなんか、わざ。うわ、すげえ。はい、はい、はい。マジ、その、お前、ハサミが上向いて持てるもん、もう。 押し出しなんそれあ押し出しなんやいや。よお見たらこれタンバリンやねんなほんでこれちょっとそこ叩いたらパッ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 パ,ッパッってなんやろなほなにあここわかったはいはいどうしようゆずとか調子乗って出てきたらどうする調子乗ってって <laughs> おい調子乗ってとか言うなよゆずに失礼やろとか言うて <laughs> 生放送でも何でもないからなただ一人で喋ってるだけやからなマジでじゃ いや、深山強いらしいよ。深山強いらしい。いやもうこれもう,もういいでしょ。し何もいじらんでいいでしょじ。もう6勝くらいまでしていいんちゃうこれで。だってほらもう全然お押し切れるもん。全部うわ、来た、ぶちかました。減らへんな、全然。全然減らへん。あ、でも持っていたもん。うわ<レ>、すごい、すごい。やばい。なんか、なんていう血に足ついてる感がすごい。深山は。血に足ついてる。次俺様公務員って感じほんま。 あまたノコギリや。いや、その負けへんやろ。<け>さっきのノコギリに勝たかもう負けへんでしょ。平田さんぐらいな。あの前の平田さん、あれが強かったから。まあ、すごいすごいすごい。でミヤ山はだから、その後頭部のあのほ骨の部分が出てるから、以上にやっぱみんなびっくりするんじゃん。え、なんでってなるんじゃん。おっしゃ。次、僕の番かうん。あと2勝ぐらいするよ。あ、ここはか頑張り 公務員と結婚したい <laughs> 安定やろ安定を求めんねやろ<ー>27過ぎたら女は安定を求めるらしいでみんなえっそいつも男トークしていきたいもんほんま間近で見たくないあに宮ヤマ方をなあ難しいとこですよねえ、でも逆に27過ぎた男性はどう思うんでしょうね逆にどういう女の人がいいって思うんでしょうね そこらへんはちょっとわからないですね、<や>私には。わい,、ね、いわいはもう、わいわいなんかもう、ほんま安定とかもうほら、やって押してもうたもん、もう、6勝でいいっつってて。いや安定とか、もう、安定とかないんちゃうもう俺は。わい,いわいはもう、じゃあ、何が安定かわからへんもん、もうも、そ,そもそもが。僕の番かあ、お姉さん方のほうがいい高校生って <laughs>。いや、高校生は無理やろう。あ、お、若ければ若いほうがいいみたいな、俺はそれごめん、わからへんねん。 離婚やけど頑張れ完全にいやお前も絶対離婚やなっって言ったもん俺もむしろ彼女なしで安定してるあ彼女なしで安定っていうのもありかもしれんなそれはそれでありかもしれんいや、えー、<laughs> もうそうやな<ー>俺は不安あっ買った買った,たあっ今日に買ったマジか,なんかええちょっと待って男性に聞いていいじゃん男性に聞いていいちっちゃくて可愛い女の子がいいか大きくて きれいめな感じの女の人がいいかどっちの方がいいじゃんまずまずその2つで俺はこれは別にロリコンのか関係ないと思うねんこれは別に関係ないと思うねんそれはいやあそ、それじゃあアンケート取ってみるいやごめん全然僕の話に関係ないけどじゃ次俺様、ね、じゃ、俺はそこで測ってないからえっていうか何俺これなんか俺画面変わったんだけどえみんなゲーム画面見えてるやんなあの女の人も あの自分が男やと思ったらどっち選ぶっていうので選んでみていただければと思いますちなみに私の勝手なことですよ私は1です私は1ですどちらかといえば私は1ですでここで答えを出せた人は次もう一個私は選択肢が欲しいんですよ その選択、いや、胸、いや、ワイワイは胸大事ですけど <laughs>、でも胸は今入れません。今はもう、そのタイプだけです。タイプだけで <laughs>。ちっちゃい、ワイワイのやつはですね、172、二三センチしかないんで、まあ、これ結果表示しますよ。これは、はい、小さくて可愛いが今65、65%で勝ちました。ね。女の人で小さくて可愛いい人か、大きくてえ綺麗な人かってことですよね。で、結果消しますね。次。次、出てくるんですけど、だから皆さんはアンミカよりも足立由美ってことでしょ、う今。 そういうこと言ってるんですよね。アンミカよりも足立由美。そういうこと言ってるんです。大きくて可愛いか、小さくて綺麗か。どっちがいいですかこれでほとんどわかると思います、私は。いや、さっきの小さくて可愛いはわかるじゃないですか。それはわかんない。これで小さくて綺麗を選ぶってことは、小さい方を選ぶってことなんですよ、よわかりますかそこ、そこの部分ですね。 そこの部分が私は判断基準なんですね。私はごめんなさい。一番ですね。大きいことって何センチからって言われたらちょっとあれですけれども、難しいですけれども、ここが私はあれだと思いますよ。いやもう胸なんてどうでもいいと思うじゃないもう多分そう,そうやと思うんですけどね。はい、結果見てみますか。結果を表示したいと思います。はい。あ、小さくて綺麗なるほど。 あの、のだからち小さい小さいが買ったってことですよね今だからロリコンってことですねみさんもみんなロリコンってことですよもう <laughs> はいねっゴング鳴らしていきましょうじゃあみん,なみんなロリコンってことですもう、じゃあ半分ロリコンってことですねはい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 ちゃはやんけはのはい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 いは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 い え、なんでなんでこいつ俺の立ち位置に立ったんお前入れ替えたはまじファットボイスリム入れ替えよんねんけど俺と立ち位置をふざけてやがるこいつプリコンの負けお前のはどんなのがいいんでしょうねこれ何これ何これノコギリあノコギリはごめんいいお肉わかったいいひんかったこれおっとおっとお肉わかったお肉わかった,かったちょこのお肉わかったもちょっと歴戦つましたんちょっと 十は勝ちたいからちょっと弱いでいきましょうしょうがねえなうんじゃあこれでどうだオッケー o k o ー,ー,ーこれ10戦10戦ぐらいしたいねあ生放送ああそうやね生放送のそうや <laughs> ツイッターしてへんかったな今日ね<上>申し訳ない申し訳ない <laughs> お茶の子さいさいいは負けたうせやん一発で負けたなんかの冗談でしょうわびっくりした今ほんまか ごめんとか言ってちょっと時間稼いだ今俺じゃツイッターツイッターでツイートしとこうと思いまして私かツイッターのアイコン変わったよな,なんか丸になりましたよねあれがちょっと私は変えないんですかって結構言われたりするんですけどなんか変えて丸にしただけやったらなんか面白くないでしょなんかしなあかんなと思ったりしてるんですけどね変わったよねあれね 怖いよねああ,いうのねあなるとねじゃあどうしようかなと思ってるんですけどまあなんか考えようかなと思ってたらまあ先日からかねてからずっとねあのルイ・ヴィトンの愛好に見えるルイ・ヴィトンの愛好に見えるってずっと言われてきたんで私あこれはちょっとルイ・ヴィトンに悪いなって思ったりしてるんでライバリ自身は可愛いい系おお俺があどうなんやろあどうなんでしょうね私はでも可愛いいや俺可愛い系じゃないと思うけどな かといってエグザイルみたいなあのめっちゃ男売ってるやつってやりたらそうでもないんですよね私はああ彼氏彼女は1 0ンチ差やねんてみんな1 0ンチ差がちょうどいいねんて藤原竜也笑った藤原竜也って何<笑>,笑ったってどういうこと何かあったんヤンキー系いやワイワイいやえみんなワイワイがヤンキーやと思ってもうワイワイなんかほんまにもうあれやでマジ何やろ下敷きみたいなもんやで ヤンキーの世界で言ったら、ほんま下敷きみたいな、下の下やで、ほんま。いや、ほんまにほんまに。もう、なんてことない。もうほんま、なんもないもん、もう。何も。何も悪いことしたこともないもん、もう、わいわい、ほんまに <laughs>。そもそも奈良で何かをするって言っても、別に大したことないって、それはもう、すごい大阪とかそういうとこまで行ったらあれだかもしれないですけど、まあ、地方は地方で怖かったりするんですけどね、なんか。だって、俺、 ワイワイはなもしないよワイワイはほんまに何もしないけどだから特になんかバイクで乗り回すとかそんなもなかったしあのだから俺今までで一番好きな乗り物自転車やからなそもそもやけどなんか先輩とかになるともうなんかすご,すごいやつらなんか変わったやついっぱいおったわねなんか変わったやつが多いよねそもそもねまず焼き芝居がゲノゲ,それなんかゲノゲノゲノーやってじゃん俺ゲゲゲノキたのみたいになってるわなんか俺なんで自分がそんな のみたいな自転車が好きですよなんか,むかと昔はアッパハンって言ってねなんかカマキリとか言って言われたりしたんですけどなんかこうハ,ハンドルがねちょっとグーンってカマキリの手みたいになったりしたの流行ったんですけど私は全然しなかったですもんただトンボはダサいかなっていうことでトンボって言ってあの横にま <laughs> っすぐなってんのトンボって言ってたんですけどえ言ったりしへんかったわえそういうのちょっと言ってよそういう昔私僕こんなん言ってましたよってやつ言ってよほんま俺ほんどこ行ってるか分からんかったもん はい、みんなのせいです。え、タコはあ、じゃあ2日後やんな。あ、じゃあ藤み水や。佐藤さんのとこ行かな。佐藤さんのとこ行こうぜ。行ってたやろトンボとか流行ってで、言ってたやろ、トンボとか。言ってたよ。で、俺らが大学生ぐらいになった時に、大学生か超高校生かぐらいの時になんか、なんかひたすらちっちゃい、なんかあの、折りたたみ式自転車みたいなやつ流行ってん。 なんか分からへんけどなんか折りたたみ式自転車をちょっと引きはやした男性がの乗り回してたら大阪とかをなんかちょっとおしゃれみたいになっててん、ね、あれ邪魔なのにただ,ただただ邪魔なだけやのに俺もそれ乗って俺もそれ乗ってもう今折りたためへんからな,なか折りたたみ式チャレンジじゃ折りたたみ式チ,チャリンコを俺買って真ん中折れへんからなもう折りたためへんねんもうんひっついてひっついていいってさつまいもお前は流れに乗じて出てくんだってお前は もういいノコギリお前は。のってお前せめてミヤマンやって。何<も>せめてミヤマン。<laughs> そう足の回転率やばいよ。チェーンすぐ外れやがんの、ね、ほんで。いや、勝った時おこそよかって。お友達、ナルさんっていう友達がいてね。ナルさんと一緒に買いに行ったんですよ。お前買えよ、買えよって言って。あじゃあ買うって言って勝ったんですよ。チャリンコを。勝った方がいいんですけど、もう全然、もうほんま全然使わへんかった。 使わへんかったほんで固まんねんなあれうまいことできてるよねあれそうナルさんかっこいいナルさんかっこいいナルさんかっこいいナルさんサインくださいそれも一緒くしくしのように言ってほんまもう朝起きたらあっナルさんかっこいいって言うて言うて <laughs> それ言うといておこれ今のこの発言がバレたら俺ナルさんに怒られるけどかなりかなりな感じで怒られると思うけどよっしゃ戻りましょうかじゃあ晩号飯クイズはもう間に合わないかなこのタイミングでいけばでもまあいいでしょ タコ,あげもタコないしね祝い <laughs> の髪の毛くださいなんか昔でもあーもうお茶来たはいあの木村拓哉の髪の毛とか言ってう、売ってへんかったなんか売ってたって言って俺話題になったら聞いたことあんねんけどなじゃあいただきますいただきます何やってんやろ今日お菓子入ってた人お菓子入ってた人 あ、でも俺、昔雑誌で木村拓哉の香水っつって買ったことあったで。ごちそうさまでした。香<水>ごちそうさまでした。<laughs> 買ったよ俺。買った買った。なりたかったもんだって俺もう。あんな顔面整ったらなりたいよそりゃ。<laughs> てか何やねんそのまあは。えな,なんてことないねなんか別にどうってことないねん普通の香水やねんでも別にどうっていうことない香水やねんな。当たり外れがないって感じやな。 木村焼きじゃないよあこれ何これ前あったよなヤクルト右行ってる上に納豆あって真ん中にうーん,うーんまあ晩ご飯こいつできるかどうかわからへんからな明日はでも大丈夫か唯一明日はしたいな明後日はたこ揚げもあればけばりもあるんでそうやねここはもう麦茶でマウジーの香水イケメンああ香水いや香水つけへん人の方が多いんかな なんかボディーボディーなんとかってなかった。な,なんやったっけ？あれなんか忘れてたけど、なんかアロマみたいな。ちょっとシュって振るぐらいのあ。なんかアクセみたいなやつ。流行らへんかったら約款流行ったと思うけどな。昔今日の晩御飯は,んは、はい、スパゲティと冷静なす。あ油揚げ焼きにああスープとサラダで強引にイタリア風でした、うん。強引にってどういうこと？強引にイタリアを持ってきたってこと？ すごいやんイタリアじゃないもんなそれはここは確かに言われてみればそうやなこれもうちの家やったらもうまじ大喧嘩やなあんたほんまいっつもビール飲んでテレビ見てばっかりでやな いやもうこほんまやばいからいやこことかこんなこんな平穏無事では終わらへんよな絶対いやこっちがほんまに激横プンロ郎さんになった日にはもうほんまうちの家はマジでやばいからなほんまに俺いつもこ,こ,う,こうやってやええやん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 っつって言俺言ったもん俺毎日毎日ここ毎日毎日だっておとんとかもうあっ来る日おとんこの左側あ,あ,あかんわこのタンスがあってさこのタンスの 俺俺の顔ここな俺の顔ここやでタンスここあるやんかこの僕くくんの顔のとこにバシーンってパンチ打ってん,なんか知らんけど俺の顔の横ぐらいにパンチ打ってんバシーンあないでタンスに俺俺その日から口聞かへんかったもんもう怖すぎて夫婦喧嘩が怖すぎてもうそれのンそプンタローもうえっと、うん、コッペちゃんでしょコッペちゃんでしょコッペパンな食パンンの時だけ、うん、バーガリンか、ジャムそうそう あと時々月に一二、うん、回揚げパンが出るの。揚げパンな。揚げパンの画像もいただきました皆さんからね。あのー、揚げパンなんか明太子パンみたいななんか赤い <laughs> お父さんは怖い人じゃないよ。 全然怖くないほんまにシリーズしてかれて弟俺は俺の中でだって一番尊敬あの就活する時にさあなたが一番尊敬する偉人は誰ですかって聞かれて俺おとんって答えてたもんずっと大学の,その就職活動をしてた時とあとまあ大学卒業してその、まあ、私は社労士っていう資格のやつをの実務を受けるためにその事務所のやった時俺おとんって答えてたでいやそれぐらい私の中ではいいおとんなんですけどねあんまあそんなやついるかなと思って結構あれなんちゃうかなと思ってね あのええ、受けえんちゃうかな、思って、そう答えたことあったんですけどね。あんまりよくなかったですね。やめてください、皆さんはね。<laughs> あ、なんか,なんかそう変わった答えですあいい、いいんちゃう、こいつって思う,思うと思うじゃないですか。あんまりね、ごめんなさい、あんまりウケはよくないんですね。おかんって言うた方が良かったかもしれないですね。でもおかんって言ったら、マザコンとか言われるのよな、絶対な。お、お入りましょうお風呂にね。2階の奥の部屋行ってみる行ってみよう、行ってみよう。しみのコメントありましたね。 <laughs> 父の日 <laughs> 父の日やから浴びってるわけじゃないよ <laughs> 父の日なんかしましたか皆さんあそれ禁じてだあほんまなんかしました父の日父の日はあのー、ケーキを買ってでな、もう何もしないですねそれ以外何もしないですねどっちかっていったらもう実家に行くのはもう猫がいましたね愛病がミウっていうねでそのミウを見に帰るようなもんなんであ、ケーキ買った父いじくり倒したって そ、違う日やなそれ、違う父の日やなそれお酒とマグロあげたえー、なーお殿の誕生日が近いんでねお殿の六月十二日が誕生日なんであのー、一緒なんですよ一緒っていうか、あのー、父の日ともう一緒くたにするんですよねここ入ってみますよ姉妹の家に入ったのは、<お>この時が初めてだったほんまや、入れるあ僕くん ここにここに侵入むえ姉ちゃん僕、いつでもここに来て遊んでいい <laughs> いいえんかよでもお勉強してるときは静かにしててね、うん、へえお姉ちゃんって勉強好きなんだ <laughs> 好きなものだけ好きなのだじゃあ何が好き国語と美術。

え、みんな何が好きやった俺国語、好きってわけでもないな。体育、まず体育やな。体育で、あと図画工作好きやったな。あん、なんか作る感じ、ハンダ語とかあれ好き。あ、美術も、美術はでもどうかな。あんまり好きじゃなかったかな、美術は。音楽、いやまあ音楽もまあ好きっちゃ好きやったな。ギターの授業があるときは好きやったな。人一倍やっぱ、好きやったから、ギターが。あ、国語。え 結構バラバラやでなみんな体育って言うと思ったんそんな体育体育出てこへんな社会社会かチリあチリ好きな人いっゃチリ好きな人ってチリ強いよなほんまに総合何総合って道徳え道徳ってあったえみんなの時代道徳ってあったよなないとかマジないよなないとか言っても嘘やもんなそれは <laughs> 今お姉ちゃんねうん 大事な大事なものを熱烈執筆中なんだえ、にせラブレターじゃんお前マジかよ道徳あったあったみたいね道徳あ、先生とかヤバいな英語の先生俺覚えてるわ今でも女の先生やったんですよ何にしても英語の先生は中学校の時やったかななんかなんかリピーター二味って言うやん絶対何々おおおお。おお あこれ一番最初のムービーの BGM やん。違うあ危険ねや、ここですごい雑談できるやん、これ。僕つ雑談やん、これ。これ、上、上行けへんの、これ。あ上はいけへんねや、さすがに。上はあれやろな、調べちゃうんやろな、どうせ。リピートアウトたに何々って言う。エブリデイエブリデイって言うやみんな。毎日毎日って言うで、俺ら。 俺そういうリピートオフターを2人見やった。みんな違うやろ。エブリデイって言ったらエブリデイって言うやろみんな。ほんでそれ次なんか言うやろ違うやつを。エレファントとか言うやろ。じゃあ俺のなんか日本語訳までリピートオフターを2人見やって。そういう BGM みたいな感じになっててん。でも俺らは全然違うこと言ってたよマジで。もう俺ら先生お構いなしでエブリデイとか言ってた。俺らがエブリデイとか <laughs> 言ってたよなあの時。マジ何してたんやろなほんま。しっかり勉強してくれよ。 今俺思うわ、ほんま。しっかり勉強してほしかった。ALT の先生を、ALT って何オルトの先生オルトの先生わからん。あ、ビートルズ聞いた。Yesterday やろお前ちゃぼ i イン o ファ r ラーウェイやろなんかそれ覚えさせられたよな。パッ、まったく今になった頭入ってきてないけどな。あと、あれな、スティービーワンダーな。俺はスティービーワンえ、これもいいこれもや,やっていいスティービーワンダーやった、うちは。 あのー、何の曲やったかなーなんか忘れたけど俺それでスティービー・ワンダーが好きになってそっから洋楽にはまりましたね中学校で洋楽にはまってで1980年代90年代の洋楽を聴き出されましたねそっからクイーン聞いたん早っえクイーンって結構あれやろキムタクのドラマで流行ったやつじゃないのクイーンってパドンあパドンって <laughs> うん、さ、高校の高校の英語の先生言ったとにかく分からなかったらパドン こう言った先が分からへんからどうすんのよほんだろうと思ったもんずっとなんで俺文章帳出したんほんでえどさくさ紛れんでええからクイーンは俺ごめん聞いてないわあカーペンターいやカーペンターズとかアバとかを持ってたで CD を自分で借りて聞いた授業じゃなくてだからもうそのそういうのが好きになって英語の曲が好きになって そそうそうだからそう、少し古めで洋楽をよく聞いたんですよね、昔から。シジミシジミみたいそこまでみんながシジミシジミって言われたら、これ YouTube の動画の方ちょっと分からないと思うんですけど、今もうほんまシジミだらけなんですよ、コメントが。200シジミぐらいシジミだらけなんでねえ、皆さん。だったらもうシジミしてるしかないですね。いつかそんな流れできたんでしょう、もういはい、皆さんも見せていただきますよ、じゃあシジミ。ね。すごいうです、皆さん。皆さんの見たいシジミはこれですね。 この画面にしても見にくいですねシジミは。すごい綺麗、ほら。すごい綺麗でしょねこれをもとにあれですから飛行機は作られたって言,って言われてますからねシジミをもとにっつってね。素晴らしい。いいもの見してもらったなこれ,このこれに何何何の。この画面に何の BGM もあると思う <laughs> 何のこれ見るために来た。そう。これ見るために来たっていう。だもう拡散してほしいな。俺、この僕、夏につリツイート機能があったらもう,もうやばいと思う。8000リツイートくらいされてんじゃん。なんやったら。<laughs> ほんま泣けるよな。時代かな。<laughs> 回るー、回るーよーやろ。時代とか知ってんのか古すぎるやろ。ちょっと出してくんのが。ヘ o プ。n イ二十何円で。ヘイプって。 今の画面でビートルズのエルプ流れるの <laughs> それで面白いなこいつがヘルプって言ってるってことそれはやばいそれ正解ですねそれ正解でしたもういい一個のコメントそんな広げんでいいからマジでじゃあ切りないねんってマジおしゃべりだしたほんまはい次の一日行きましょうねはいおやすみなさいなんでしょうか今日はお僕が育てた朝顔咲いたとてもきれいに朝顔咲いたでも昼になるとしぼんじゃう 栄養足りないどうなんでしょうね,ね足りないのかもしれないですねいやそれも朝顔の仕組みはわからないんでねんでも朝に咲くから朝顔なんでしょうね一応確かいやでもね、まあ、今のとこ一応なんとか花火大会まあ、回避できましたからあれ以外の日は何かできてますけどねこれなかなか難しいんですよね ここどうしようかな。ちょっとごめん。こっちの鉢にかけていいこっちの鉢にかけて、あえて上の鉢残しとくわ。朝顔、まだ、あ、朝顔咲いたらいいか。あ、わいわいは朝顔え、みんなは逆に、何時が一番元気になる朝昼夜で言うたら、あ、まあ朝昼夜深夜で言うたら、どの時間帯が一番元気でしょうね。私は、夕方ぐらいかな。 夕方ぐらいが一番元気じゃないかなとにかく元気がない <laughs> とにかく元気がないって言るな夜夜めっちゃ多いなえそう夜ってななんで夜なんやろえその昼に起きてるからとかじゃなくてやろもうやっぱ家にいてってこと涼しい夜が一番いいってこと僕、はい明日はおじさん家にお坊さんが来るんだけどえ、なんでその間遊びに行かないでちゃーんとここにいるんだよはええー 何でお坊さんが来るのお前関係ないよ俺明日はねうんおじさん家にはうん昔は男の子がいたんだけど嘘やんその子の命日なんだあ、それはごめん僕君の家でもおじいちゃんの命日にはお坊さんが来ることあるでしょう。ごめん、おじいちゃん俺生まれたときにいいひんかったわもうごめんなおらへんかってよもうじゃあ、いただきますごめんなさいなんかはい、いただきますなんかちょっとなんかそんな感じのいただきますですけどごちそうさまでしたはい、お疲れ様でしたごちそう おおも私今日詐欺の里に手紙出しに行くけど、<laughs> 他に何か用事あるかな。<う>あ、行くの？じゃあ山下さんでみりん買ってきて。山下さんで？了解。<laughs> 山下さんでってこと。あったよな。あったわでも俺大西さんとか言ったわ。大西んとこで、大西でなんか,かレタス買ってきてとか言われたわ。 あみんなもあったんちゃう昔なんかその店商店自体をなんとか商店のそのなんとかで呼んじゃうみたいななんとかさラブレターでしょね出しに行くのはね大西でジュース買ってきてとか言って俺言ってたわあったあったあったよなこれ多分そういうの出してくれてんねやろなこれな特定自慢したってあでも奈良はね奈良奈良は奈良でもねワイ,イの昔の実家のとこら辺はね大西っていう名前が多かったんですよだからね 意外とあのー、珍しい名前みたいなんですけどね私全然それ知らなくてなりましたねそういうこともねまあ今ではもう全く見ないですけどねえっと「朝顔」え「えこれ朝顔まだあげなあかんの水」俺で写真撮ってもらったんやなま友達にいるおばあちゃんの歌が聴けるよおばあちゃんの歌が聴けるよどういうことや えどどういううういいこことと俺どうしたらい,いそれえ俺はじゃあじゃあ今日俺はとにかく斧は使いに行きたいですけどそれはそれだけはしたいですけど女の子がなんか出しに行くって言ってるからちょっと俺こっち行ってみていいじゃん。べえべえ歌は聴けるの歌は聴けるのってどういうこと歌は聴けるよ。こっちはここにさこれ先の里の方ってこっちなんですよ。 あ、なんもないわ。もう行ってしまったんか。あ、じゃあもう仕方ないよな。もう戻るしかないか、じゃあ。こうやってもう2日後今。2日後やねやったとしたら。あー、そう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 。2日後やったとしたら、コメントでも今出てきましたけど、タコとその毛張りができてておかしくないどうなんでしょう。できてりゃいいんやけどな。あ、奈良にスタバができんのあ、まあ、スタバ。 行かへんからな、スタバー,ー、わいわいわ。タコはまだできてません。<laughs> もうちょっとだけ待っててください、ね。何やねん、その言い方ふざけてんのか、お前。タコはまだできてません。いや <laughs> でも手あげんのやめろって,てください、ね、お前。お好み焼きのコテみたいな手。違う違う、ケバリーはよ、おうちゃん。ケバリーは。ままだできてません <laughs> 絶対バカにしてるやろ、お前。絶対バカにしてる、こいつ、俺を。お触れへんかな。あがんわ。こん時だけふざけやがらへん。 ほもう仕方ないわ。で、ほんがつくるのは最後だけな。もうご飯ができていまーすやろ <laughs> なんなんやろな。そう言った方がウケいいって思ってんのかな、子供には。どうなんでしょうね。わいわいはでも一応ね、これ生放送で喋るよね、こうやって。喋るのと同じ感じで、保育園の子とかにも喋ったりしますね。たんまにあったらね、例えばお客さんとかでちっちゃい子来たら、あのー、 うん、そうやな、うんどうしたんとか言って言うけど、もう絶対分からへんやろな、こいつっていうようなことをもう言いますね。もう普通に接しちゃう、俺。まあ、優しい言い方なんだな。おもう普通に接しちゃうわ。うんどうしたんとか言って。なんか、まあちょっとかわや優しくなってんのかなでも、わいわいもう。保育園のこう、うらやましい。保育園のこう、羨らやましいって何どういうことじゃ <laughs> <laughs> 俺は折り込んじゃなよ俺は、いや、まあそうやな。あっちょ、俺のことについては触れんといて。てかもう固まったから、みんな。 ゲームが固まりましたよーやな。あ、来たこ。ここでちょっと今日は中吉かな。中吉が出ちゃいますね。あ、来た。もう一回やったらどうなのこれ。変わるまでやるっていうのはありな。はい、来た。大吉。ナイスー。でも押すなよ。オッケー。これでいこういや。画面止まったと思うけど、え、今動いてない。今動いてるよね。よし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 。 ちょっとね、斧は使いたいんですよ。先に大吉が出たんであれば、虫拾いに来たいよね。で、虫拾って、そこであの、虫相撲させたいから、これ見てみましょうか。タコ、なかったからな。ななあ、来たミヤマさんじゃん、これ。あ、ミヤマやわや。ミヤマや。これやばいな。なんかこれもう他にも言いいへんやろ あの、ミヤネ屋とかさあ,あいうニュース番組でなんかあのー言う人本当はあれよねミヤネ屋まあミヤネさんってそもそも関西のええウせやんなんか手出てきたんやけど今日めっちゃでかないしかもこいつあこいつよ待って俺も勝ちちゃうな勝ちやと思うこれで佐藤ずのとこうももうええわこれで大吉パワーやねでも正直 あれはなんな買っていけば買っていくほど強くなんのそのクワガタ自体が強くなんのかな ?10 勝はした方がいいって言うんだけど10勝することによるそのメリットってやなやよなちっちゃあこれ鬼鬼やじゃあこの鬼もらおうかなちょっとなんかあっ困るこいつっていうやつ出てきたらあの鬼ぶつけようかな。 あ、勝利数稼ぐほど強くなんねやなるほどね。<ン>秘密兵器倒さんとな。そうやな。たぶん秘密兵器っていうのが、わいわいも若干見たんで知ってるんですけど、それがおそらくカブトムシやと思うんですよね。こば<ン>、はこの鬼も取っときましょう。オッケー。これにに、ニオニ、ニ、ミヤネ。これでたぶんいきましょう。さとみずだけ。<ン>えーってさつまいも、お前は。なんもしてへんやろうって。 もうえ,えってそれはお前とりあえずポケットにってなんやねんそれにらんわポケットにも佐藤佐藤佐藤これ佐藤はいありがとうございますあいつほんま乱獲やからなあいつもいいっ, <laughs> ってなんでやねんって砂糖水好きすぎるでしょお前いいいいいいい違う違う違うひっつけときたいだけ間違えてええ押したんやってオッケーオッケーよっしゃ帰ろう これで帰って帰ってとか戻って秘密基地おのいきましょうかもう晩ごはんクイズもういいんちゃうかな当分晩ごはんクイズいらんのちゃうあたたでえはへへへってなるだけやろあれがあるんでねなんか特賞みたいなんもらえたらいいんやけどなてかけばりはよって思わへんけばりせっかく俺けばり作ってって言って言ったのにけばりなしやねんな あ、砂糖水好きえ、砂糖、いや別に砂糖水は <laughs>、砂糖水は好きじゃないけど。そやな、英語で言うとアックスやな。<laughs> よくそれをコメントで打とうと思うたな。ご褒美欲しいよ、ほんま。そう、ご褒美が欲しいよ。できることなら。お褒美さえくれれば、まだやるけど。まあ、だからとにかくこの秘密基地で10勝させようぜ。昨日結構いいとこまで行ったから、うちのワンミヤネが。おるオッケー。 なんでみんな本とか全然読まないの？<お> <laughs> だって、これ以上頭が良くなったら親父の仕事を告げねえ。じゃねえか。お前親父に謝れよ。お前。親父さんお前大変な思いしてると思うわ。お前が息子なんだけでお前どんだけ頭使わなあかんかな。どう？よっしゃ！これいいやつしたから今ふわっとめっちゃ考えてるからえ。 嘘やんって思ったいやだから今このタイミングで俺は出すから切り札を一番でかいみ宮根さんだそうこいついやもう今しかないもうだから声で威嚇すんね今まずはとか言,言ってるやんこいつまずはとか言っちゃってるやんこ,この時点でもう今もうあってなってるから絶対よしこれで勝てる,勝てる絶対勝てるじゃあこれでどうだうんいいもう早く早くし早くゴング押させてくれあいい,いいやんいいやんいいやん いやん。あいたい。全然進まへんけどなんだこれ。あいたいた。え動いてる？向こうのやつ俺押してんのこれ。俺押してんのかな一応。<し>おいた。<し>おお。ぶちかまし。<次>あほんまや。二十二時二十二分やん。なんかそういうのを見たときちょっと嬉しくなるよね。 だいたいなんかそういうの見たときうれしくなるなーとか言うとき俺4時44分やな,なあ,あ,ない,あいいやんナいスメガネメガネはもう,もう大丈夫だからほんと平田さん出てきたらもうちょっとあれやけどけここはもう大丈夫でしょあ今来た方もいらっしゃい誕生日あ誕生日とかうれしいよなわいわい3月27なんで3時27分見たらちょっとうれしくなるねオッケーい、OK、ナイスでもそれじゃ次俺様ね 5月3日とかやったらもうほぼ見れへんな <laughs> 見れへんぐらい5月3日とかはもう置きっぱな外も手も眠たなってるし早くても5時には起きひんもんな <laughs> 1月18日は大丈夫じゃないまだまあ大丈夫ちょっと頑張ったら大丈夫やもんまだ5月3日はやばいわ5月8日も無理やなどんぴしゃで誕生日言われたほんま ここの中にこのその誕生日じゃない人出してみようかなそうやないたら面白いなって言うんで言うわ12月25言いますか12月25に私僕生まれましたよっていう人俺多分おらへんと思うな いんのかな12月25おじいちゃんと <laughs> おじいちゃんの命日マジかよえっノって言う人もいんねんけどほんまかおるおじいちゃんの命日、はい、イエスの命日だ <laughs> やばいなそれすごいやん負けちまったいやでも俺もう亡くなったけどさあのおどの会社のおじいちゃんが 1>, 1月1日誕生日やってた時俺思いっきり笑ったけどなほんまその場で思いクソ笑ったわおいじゃん1月1日誕生日やで,で俺思いクソ笑ったもんマジではマジでとか言ってどんなタイミングでうんで言うて俺めっちゃ笑ったでかわいそすぎひんさすがに <laughs> だ,<って笑>だからおいじゃんはそのクリスマスも誕生日も元旦のお年玉も全部一緒たらしいでかわいそすぎるやろ まあ、めでたいけどさめでたいけどだっ,、ね、だって1年の始まりがほんまに1年の始まりやからなやばいよなどんどんすごいなと思うわ俺いつに生まれたい逆にじゃあ何月何日に生まれたい逆に昔ちょっと何7年ぐらい前やったら3月9日って言った人いたいよなそういう人はいたかもしれんけどあ3月31日が一番かわいそう俺のあのでも友人31でしたよ 3月31日でしたね。受賞しましたね、しかもこいつ。あのー、ま、まあ、でも、わいわいも4日しか変わらないんでね、言うても。あんまりどうも思わなかったですけどね。10月10日あウルウドシか。なるほどな。ウルウドシって分かるわ、言われたら。女の人とかやったらウルウドシで年取らへんのけどね。そうやって言えるかもしれん。いや言うて厳密に言うて4歳とか言,って言えるもんね。2>, んれ2月29はやだ。 なんでやろうにに見に見にくいとかで329はいらんとかあるかもしれんな2月29日に生まれてみたかったえなんでなんでなんで2月29日はいい,いとかあかんとか言うのえそそこらへんがわからへんあな何そのウルード氏やからってことかウルード氏だからかせえなごめん話聞いてへんかったなごめんごめん俺だけやな分かってへんかったはいはいごめんなさいごめんなさい7秒のラグがあったんですよ7秒のラグがあったんですよ皆さんと僕には申し訳ない申し訳ない,訳ないめっちゃ勝つやんほんでお前 俺が喋ったらめっちゃかせやお前えじゃ次俺様ね4月4日はいいやまあでもそんなんあるやろうないやこういつがいいって言われて確かにウルウルぐらいしかないか俺1やるなあいや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 かでもあんまりあのイベントごとに近い日じゃない方がいいよなでも逆にバレンタインデーとかに生まれたら次僕の番かあの絶対もらえるかもしれんなもらえなかった年がないんだよ そういうことになるかもしれんな。あ、エイプリルフールも嫌やな、確かに。あの、エイプリルフールってもう何言っても嘘みたいになるよな、もうな。ほんまでも。今日、動画8時に上げますもん嘘に聞こえるもんな。なんやったらな。ね、4月1日だけはな。俺はこれ、いつまで買ってもいい 15, ?15 まで買ってもいい,もうい,い ?15 まで買ったもキングいっていいこれ,これ。もしかしたら最強出たんじゃんこれ。なんかこのガッガッガッカッ,ッって寄ってるときにコントローラーが震えんねん、これ。このガブリ寄りやってるとき。 めっちゃ強い20まで行く今日で20まで行く行ってみようか20までいったらなんかもらえるかもしれんまだ、あ、皆さんもぜひぜひねもうみゃ今の俺のだってこう見てる視聴者様方々の平均年齢が俺分からへんから僕の番か何歳なんやろなほんまにゃあ平均を出したいよな今の平均をそれにちょっと合わしたいわ俺。 20代後半かな前半かな ?30 代かな ?10 代はごめんないと思うそれううこそ半径取ってみるじゃ次は俺のえでも10代20代前半20代後半30代しか取らへんでそんな細かくは別に見へんけどちなみに25歳は後半ですからあの25歳はまだ前半なんではないんですかっていうそれちょっとあのなんていうんですか なんかあのそなん、なんとか地味なこと言う人いるんで、10代、20代前半、後半が多い気がするんねんな、俺。20代、まあでもそうやな、どうなんやろな。まあ、ワイワイが、ね、ワイワイと同じぐらいなんであればね、1番か2番かっていうところでしょうけど、どっちでしょうか。はい 四捨五入してそう、四捨五入して考えようし入して、二十して2021222324までが20代前半やからねこれなかなか割れるかもしれんなでも10代はないと思うな俺もう延長延長っていうかあと30分はありますよああ男女比か男女比はどっちやろうなお前いつも測った半々なんだよな正直男女比って。 い、これひどいやほんまち,ち,んちょっと見てみますか19勝が20勝になったところで見てみましょう結果を嘘やん絶対嘘やってえにごめんなさい一つ言いますよ27は前半じゃないですよちょ分か24した方分かってますか252627は後半ですよ <laughs> 分かってますか 今ちょっとその、あ、ごめん、クリックミスしたとか言って、左下押した人いないですか違いますから。いや、これ、いや、おかしいと思いますね、私は。ましてや、この10代16%ってほんま、大丈夫か悪影響じゃないかお、なんか問題が出てくるんじゃないかもしかしたら。ちょっと分かってますかいや、分かってたならいいんですけど、すごいですね。10、20代前半が多いっていうことで、びっくりですね。え、いつからじゃあ見てんのニコニコ動画を、俺、そこがびっくりやわ。 めっちゃちっちゃい頃が見てんちゃうんじゃあじゃあこいつでどうはいキングいきますよみなさんキングえー、うちのこのミヤマと向こうのミヤマでキング対決いきますよよしあ、はい、<け>向こうの方がでかいなあ若干押されてるわおおいったガブリオリ行ったガブリオリ行ったあっぶちかまされたあくそガブリオりガブリオりお前お得意のガッカッカッカ行けガッカッカッカ行けうーんお よよ <laughs> は何、あ、やねんお前俺の方が下おったやんけ俺の方が下にいてなんでお前が投げられんねんどうなってんねんお前腕力勝負か中学から見てた小学校からニコニコ動画見てるってやばいなえなんでドッジボールせえへんかったん自分らじゃドッジボール禁止かフラプレ フラフラプレって何フラプレ俺知らんわまずフライングプレスあフライングプレスかんな <laughs> 知ってるわじゃあ俺あほんまにやばいないや俺そんなそんなと小学校の時は俺み…なかったわまずそんな俺そんな,なかったごめんじゃあこいつでどっちボールしながらってどっちボールしながらはなやのニコニコ見てんのもうんやったらドッジボールしてみたとかいう世代か君らは それはないかドッジボールしてみた熱いな熱い <laughs> それは全然れれ面白いちょ今20今わいわいはもう20代後半いうかもう30代手前なんですけど、ね、この年になってドッジボールしてみたやばいな俺逆に見たいごめん俺見たいわその年齢の人がドッジボールしてみた俺だってめっちゃ掴むのはうまかったからほんまに意外とまっすぐ飛ばへんねんってドッジボールのあの何やねんこれ お茶の子最最とか久しぶりに聞いた。もう、もういつわ。もういつわ、ほんだ。もし交換濃度だけ見してもうて。え、なにこれやの。本のこぎり。あー、でものこぎりか。のこぎりはいらんな。ビッグのこぎりも欲しいっちゃ欲しいけど、66センチののこぎり。66センチののこぎりなかった今。え、なかったなんかあったよな。なんかめっちゃ増えてんねんけど、こいつらのやつ。これ。やばないこれ。 めっちゃ負けてんもんな、でもまあいいか、もう黒星って出た方がいらんな。あ、運動会な。いや、橋組なんかでドッちボールしてヤバいってマジで、母言うだけやんもうほんま。橋組でね、つい先日というか昨日なんですけど、まちょっと動画を収録したんですよ、ゲーム実況の。3人でマルチしてたんですよ。ほんまに言うこと聞かへんからマジで、あいつ。あいつっていうかなる <laughs>。 いや、これやろうぜ。三人でこれやろうぜっつってのにもう、なるがまず言うこと聞かへんねん。でなるがまず言うこと聞かへんかったらもうおかしもええかと思い出すんかな、ね。暴れ出すねん。もう聞かへん。まとまりが聞かへん。三人の。結局だって俺、一個の動画と2時間かかったからな。びっくりやで。ちょ、これ、これだけやっとこう。ほんますごいんやから。なるさんサイン、そう、なるさんサインくださいって思うですよ。そう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 。いやもうなるさんっていう人知らない人、ごめんなさい。知らなくてもいいんで、なるさんサインくださいっていうのだけ言ってください。お願いします。<laughs> もう、おお願願いいしますす僕のお願いですもう、あいつが、もう、あいつが本当に、なんでこんなん言われなきゃいけないんだ、俺はそんなん嫌だ、嫌だって思わるせるぐらい言ってください。お願いします。<laughs> そう、もうそれだけ、いや今、今言ってもあれやで、今言ってもあれやけど、あの、動画が来たらもう、全員、じゃほんまそれだけ俺埋めたいね。なんか、あの、いいねとかあれや、なんか知らん YouTube のコメントでさ、コメントと左下になんかグッドポイントとバッドポイントみたいなのあるやうグッドポイントめっちゃ押して。 みんなのやじや今やられても奈さんはいい日んですけどねえっとね血液型はごめん分からへん何型かもう忘れたでも B 型じゃなかったみんな B 型じゃなかったはい今日の遊び時間動画が上がったら言うから動画が上がったタイミングでわかりましたーいあのできた動画が上がったタイミングで言うんでそれやってくださいねもう問い合わせてくださいじゃあ <laughs> いただきます <laughs> いただきます検索に検索して問い合わせください、もうあ、今日のご飯何やったといや見てなかった、これまるさん、年下ですよ、前よりは年下ねごちそうさまでしたはい、ごちそうまでした,でしたあのポットがおしゃれ、昔って感じするそういえば、うん、今日詐欺の里に行った時のお土産があるよえ、なになにな というわけで<う>このあと縁側に集合でーす。え？何？花火ちゃん。僕 <laughs> く,くん浴衣着ようか。伏せやん。え？何この BGM 唐突な。絶対花火やって。うわほら来た。<laughs> うわやっぱみんな浴衣着てるやん。お父さん以外。 なんかちょうどいってじゃあ、これおぉ、なに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 くれんのどれうわ、線香ちゃんそれ線香花火は絶対これダンカンくるんちゃう分からへんどうしたらいいか BGM いいな夏の花火いいなええー、煙が目に入っちゃったよやったよな昔家族であまた明日が来るな <laughs> <laughs> 社畜ですやん水曜日の社畜やあれああやったよなーみんな皆さんが実家やぐらいやったとしても今もうやってないでしょう外にねマンションのに住んでた私はもうほんと外でやりましたよマンションの横の人に怒られながらバスケース持ってねバスケース持ってやりましたやりました懐かしいなあ 最終的にあの銃ってね、えー、バケツのとこに全部入れちゃうんですよねあ毎年してる意外とね花火ってねなんか早くやらなあかんと思っちゃうんかなんかこう焦っちゃうんやな意外とねあの一個のなんか火種というか一個の花火を伝って全部火つけていって連鎖しなあかんみたいななんかそんな気持ちになっちゃうんですよね私の場合はね別にそんな必要は全然なくってね本当はあここで陶芸のとこ行ってみようかな やったたたするなただだ花火だけは買いましたねちょっと年をいってね高校生とかになってくるとねあの旅行に行ってねどっかのなんか海岸とかでねやっちゃいけないけれども花火やったりとかするんでしょうけれどもねあいかかってんのまあでもそうなる前この僕の時はみんなもやったと思うなあの花火どっか,なんかスーパーかなんか買ってきてなんかあのプール水着入れる水着入れる。<laughs> なんか、袋みたいなさ下に丸いマチがあってさあのキュッて上の部分絞るあの袋に入ったやつほとんどおかんこうてきてた思うわ俺懐かしいな皆さんもぜひやってくださいね今いらっしゃるであろうお子様等とですね皆さん花火をバケツのお水に入れるときの音って、うん、ウルトラマンみたいだわ <laughs> 全ん違んうやろそれシュワッチやろうって違うか花火臭くない 花火臭い花火臭いってなんやろな、まあ、でも火薬の匂いってことかな出たお,お父さんなそういえば、うん、納屋にしまっておいた斧がなくなってるんだよねっやんまさか月のアグマがやってきて持っていったわけじゃないし、うん、いやーだよなかもしれんしなでもそれはじゃないかもしれんしそうかもしれんわなそれは、うん、風鈴いい音だな <laughs> もう忘れてますやんいい風鈴な,フーリないや風鈴はやらんなもう最近風鈴なんかつけたら近所迷惑って言われんじゃんいやほんま今最近マンションとかでも風鈴つけてる人なんか多分ほんまなんかあかんって言われると思うで俺今日の晩ごはは鈴木のムニエルバンバンジーバンバンジーうせやんおばちゃん 私の好物、鈴木のムニエルですって言うのしゃれてんな俺、そんなん言うたことはないわ。何好きって言われたら俺、カツオン叩きとか言うてまうわ、俺、ごめんやけど。鈴木のムニエルって、そんなん言えへんよね。いや、ほんまでもそうやもん、俺。カツオン叩きって言うてまうわ、俺。昔すげえった、風鈴。風ンってイライラするって。<laughs> 現代やな、もう。現代ですわ、それは。 でもムニエルが分からん。焼いたんかどうなんかも分からん。ムニエルって言われても。あ、そうですか。しか言いようがないもんな。じゃあ、あの、なんか、銀色の、なんかあれやん、クレラップみたいな、銀色のアルミホイルにこう、ガーってやって、鮭とかをそこに入れて焼くやつは何て言うんですかっていう話やな。アルミ、アルミ焼きか、それは。 それはアルミ焼きやな、あ、ホイールもホイール焼きやな。<laughs> アルミ焼きって <laughs> ホイール焼きやな。それはホイール焼きって言うんですよ。ねえっていうご質問よく受けるんですよね、先生も。ねえ、なんていう名前でした？あなたは。線香花火って悲しいよね。なんで。なんでだろう。なんで。う<ー>ん。<laughs> 多分じっと見てると目がより目になるからかな。 <laughs> はハ <laughs> 僕一番正しい反応したな今そういうことじゃないですよねっていうことですよねぼくんそう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 いや分かってる分かってるぼくん分かってるそういうこと聞いたんじゃないもんだってうんぼくくんわマジかよ絵日記書いいて、おやすみなさししましょう家の中で寝過ごすってんやねんそれ信じられへん、うん、俺お,じちゃんおやすみなさい でも毎日寝過ごすぐらいで一番いいんちゃうんでも正直そんなもんちゃうもっ今日は何でしょうかはい、えー、10日目が終わって11日目が終わりましたね見てみましょうはいんあタンスの香りがする浴衣おばあちゃんの家を思い出す太っちょ三毛猫元気かなあー家にいたんですねすごいよくそこに顔を描こうと思いましたねぼっくんは いや、これ絶対しないですよ誰もがこの時のこの子がこあんなふうにデザインを使うなんてこれだってうまいことやったらこうだってあの手をこう開けたり閉じたり開けたり出てるようになるっていう機能性まで付け加えてますからこれは素晴らしいいい絵見られましたね8月の11日ねセンスがありますねいっぱいいっぱい使ったね いやでもよくあんな風な絵を描けるよな,なんかああやっぱ子供の絵っていいんよななんか見,見たまんまのお父さんじゃなくてその自分の感じたままのお父さんとかお母さんの描くやんちっちゃい子ってあれはもう日日の内どころがないよねなだから俺なんか小さい時かな小さい時からなんかおかん描いてめっちゃ鼻でかかったけどじゃあ俺から見たおかんは鼻がでかいってイメージやったからもうだから「火の打ちどころ」がないと思うんそういうもんやと思うね あれれ、これいったちゃんといやほんまになんか顔でかいとかさあ起きてるやんちゃんとえらいえらい絶対ひげこいよなわかるわかる <laughs> お父さんやろお父さん絶対ひげこいよないや,ないやー昔から絵描いったらね いや、家に残ってんねんけどななんかめちゃめちゃちっちゃい頃に俺が帰ったええみたいな残ってるらしいんですけどねいやでももう見ることないなアウトラスト次次って何今日は上がったその次かじゃあいただきますいただきますいただきますちっちゃうなもう次で終わるんちゃうかなと思ってんけどなアウトラストまあ、近々でもあげようと思いますよそんな遠くない日にあれ ?3 人になってる 見えたよ。あ,あそうや言うたなあ,あ何それなすびかなすび巻いてんのかお前毎年こんな山奥までわざわざすみませんいやいや私はこれで飯を食っていますので <laughs> はっきり言うなお前はっきり言うのう <laughs> これさ 俺さ、昔さ、これ見ててさ、おばあちゃん死んだ時から、なんかいろいろあるやん。お坊さん呼ぶこと、結構連続しちゃったんですよ。お坊さんこう、このななななな。って言う時、寝よっていいんかい。うん、うん <laughs>。うん、うん、うん。寝よったんやけど、あれはありなん。んいや、俺いつも、あれは、ちょっと、え、それはどうなんて思うねんけど、俺。うん、って言って。いや、ほんま、ほんま。 で、ちょっ起きよって、ちょ待って首がこう座って、うんって起きよって、えぇ、ー、なんか仕切り直すとこから読みようね、わかるそのなんか何回か繰り返すとこからやん、その仕切り直すとこ、一番最初のところから行きようね、連続じゃなくて、よいしょえぇ、ー、のぞくから読みよって、ほんまに。<な>いや、だってしゃあないやん、だって俺ら何も言えへんもん、そのいわやられてもん、俺らは。はいはい。あれチ顔だな。チ顔って How old are you? are <laughs> <laughs> いくつですかお前、今日目にして分かってんのかおい、そう,そうか、そうか、ん、なかなか賢そうな坊ちゃんだ。私が同じ年頃だった時のことを思い出しました。どっからさらってきたの調べちゃん、ずっと手すりすりしてたね、今ね。お坊さん帰られたよ、団結しへんだって。 くん、お疲れ様でした。もう、遊びに行っていいのよお前あいつに頼んで大丈夫かほんま。だって一発目玄関開けて「長旅ご苦労さまですわざわざありがとうございます」って「いやこれで飯食ってるんで」って言うんやろ <laughs> そんなやつ俺やったらごめん頼みたくないわ自分のおとんどか自分の言葉で絶対頼みたくないわ俺そんなましてやハウオールドああいうとか言いやがってホンマふざけてんのかと思わへん ほんまにだってうちの子はまあ、あのあの子がもし今生きてたらハウ・オールドああいうなんですけどとかなる絶対なる俺やったらもう俺やったらなるなあダンケやからダンケしへんてそんな考えてないやろそこまでこったジョーク言うとったんかあいつほんまやばいよないやまあああいう職業はああいう職業大変なんでしょうけどねまワイワイはそういうことがあったんでね なうちのおとはもう呼ばんでーって、もう金かかるから呼ばんでーって言って言うて,てるんですけどね、今、ワイワイにね。あありがとうございます。入会していただいた方、ありがとうございます。なぜでしょうかそういった仏壇トークに花が咲いたかったでしょうかね。もしかしたら、あなたもそう思うところがあったのかもしれません。おじさんとか行くあ、おじさんとか行くおじさんのあの毛張り見に行くおじさん毛張り見に行くや、せやせや。もう斧のことしか覚えてないから、ほんまに今。毛針とタコやな。 そそろそろできてるどっちかはできてるやろさすがにてかタコとかぶったからな僕くくんああ例のでっかい毛羽り完成したよそっちかうわお,おじちゃんどうもありがとう行くか釣りになかなか面白いお坊さんだったろうんあ,あのお坊さんああ見えてももう60近いんだよ そう見えたわ <laughs> えごめん、俺だけ <laughs> ごめん、そう見えたけど俺。あ,あ、60じゃないんだと思ったわ、逆に今。そこにびっくりだわ、俺は。さあ、うちの弟の方がまだ若いわと思うもそれたらな、最近のほんまお父の方がめっちゃわかんない、ほんまに。めっちゃ若いと思うねんけど、マジで。なんで給食にはご飯って出ないのかなはえ月に1、2回出るよ毎回よあれの日はご飯だよ。毎回出るけど。 あ、そうなんご飯出えへんってことかあんのちゃ給食のパンほどまずいパンないんよな。あの味ない、まったく味ない感じ、ほんま。ただ発酵させただけみたいな。お前、もうあれほんま無理やねん、あのなんか長いやつ。いや、最近のやつパンはうまいかもしれへんで。最近のパンこそな。俺、俺のときなんかもうほんまあるほんまもう。机の中で腐らすためにあるんちゃうかっていうくらい、ほんまにもう全く味なかった。あ、タコはもらえへんかった。あのー、たぶん2回話しかけてあれやったら、もう今日はケバりだけやと思う。あ、うちパンなかった ほんまそう、いや絶対廊下通るトークになるのかもしれんな僕夏はいいと思うわあ普通に美味しく食えた20代あ、バターロールなんかなかったいやてか何もつけるもんがなかったそもそもそのあの普通のパンに対して絶対余ったもん俺だからご飯の方がよかった普通にあのー、何が好きやったやろな給食で俺覚えてないななんかこれっていうのがあったらな でも、あの親イも画像をいろいろ教えてもらってね、あの、前回の生放送の後で、画像を見たりしてましたけど <laughs>、しましたけど、あの、これっていうのなかったね。ただ、銀のやっっぱりちょっと重厚感ある入れ物にわいわいは入れてたから、全然違うかったな。え、それは谷田食堂ですよねって思ったもん、俺。みんなの画像を見てて、第1巻はな、あ,あ、谷田食堂ですよねって。違うかったみたいで。だから ちょっとなんか違うんですよね。私のその異生活してきたものとね。ここは揚げパンなんかない。ごめん、ない。絶対ない、そんな。聞いたことない、俺。揚げパンはだってもうあの揚げられたやつやもう粉も何も乗ってないで。もう普通にただ揚げたやつやで。揚げて多分砂糖をまもしてんちゃうかな、あれ。あれほんで意外と2個食おう思うんだけど2個食えへんねんな。飽きんねん。カツ丼みたいなもん。カツ丼も飽きんねん。あ、きな粉あった。きな粉あった。ヨーグルトあったかな あったかもしれんいやでも俺ヨーグルトも多分 <laughs> その重厚感がある銀のやつに入れられてたからあれ来てないのだからあんまりヨーグルト好きじゃなかったかなもしかしたらていうね揚げパン出たことないって人いんねやなよしオッケー今日めっちゃ行くやんサンノックいったね今日もう後ろから押したりしたらなんかできひんのかな結構なんかこうくぼんできてるように見えんだけどな イコマは揚げパンなかった <laughs> え、そんな <laughs> え、そんなローカルで変わっていくのマジかよ。奈良県は奈良県でも生駒があるとかないとかあるの伐採しちゃいたいんやけどな。まあ、ちょっと今日もキングにちょっと一回チャレンジしてみますね。ごめんなさい。ちょっと時間押してますけど、キングにチャレンジして、で、晩ごはんを迎えたら、まだ寝るってことになるんで、あの、たぶん向こうのとこも何もないんでね、タコももらってないんで、毛針も使えなかったし、もう仕方ないね、これは。とにかくこの キングだけ絶対倒したいか俺は1回はキングっていうかそのキングの後のやつやなこれやなクジラも俺食ってないと思うなんかとにかく硬、ね、いっていうイメージがあるクジラは俺もう,もう食ってなさすぎて多分、なんかクジラの皮しか食ったことないやと思う俺延長はしてないよ残り8分のままよちょっと強いで5分5分ぐらいじゃん 5, 5個ぐらい戦,戦わして で、いいのかな。大丈夫やと思うけどね。頑張れ。これは勝てるでしょう。二十五勝ぐらいはいって、キング行こう。正解は硬い。あ、正解は硬いの。硬いの、ほんまに。<どう S 1> あ、そうなん。<け>意外と奈良県民いいのかな。あ、なんとかあったな。あったっけ、<し>ね、なん。カレーの時、なんあったかな。 僕の番かあったかもしれんいやでもわいわい一回入院したことがあって骨折して入院した時のあの病院食のまずさはなかったななんで俺病院食の話したん、まあ、やろでもあれはちょっと俺もうなかったないやみんなもうぜひ食わん方がいいと思う病院の飯ほどまずいもないないびっくりした俺、ね、あれは、うん、あとあのー、すごい なんていうの、若い綺麗な看護師さんがいて、その綺麗な看護師さん以外のまあおばちゃんお,もうおばちゃんばっかって言うんか、おばちゃんばっから俺点滴打たれてて、いいね、おばちゃんばっか点滴打てて別に何もなかったんやけど、その綺麗な女の人が来て、綺麗な女の人があ、今日は全然違う若い人やと思って刺した、その点滴が外れてやがって、ものすごい痛かったのを覚えてるもん、俺。ものすごい痛かった、俺、あれ。でも痛いって言えへんし、男の子やから、俺。 め<次>なんていうのそんな関係性も悪くしたくないし俺としてももうなんかすごい大変やった俺もう,もう外れててんていがもう言いたい言ったよ俺俺だからほっといたも,んもう,うそれでもいやそれでも俺何も言わへんかったもんったずっと何も言わへんかっておかんが来て2枚にあんたこれ入ってへん,んちゃうって言って <laughs> ほんでおかんいるよってそんなんしゃあかんでみんな看護師やからやんでやでじゃあこいつでどう もうお前されやったやん俺もうお前二十勝目飾ったん俺やったやん一回叩いてみようかでもこっちの方が勝ち星多いからな行けよし、いけお願いしますガブリオレガブリオレあかんわもうスタミナの使い方がもうあかんわお前あいいんちゃういいんちゃうなんか技見して技見しておおっおけおおやばい2連続2連続うわってだけ <laughs> 来たぞ じゃ、次俺様ねはじゃったにやお前おい何か言えよ,やよ買ったんやからさえなん何なのないんやけどええ、どういうことえどういうこと,えどういうこと買ったんやけどお前これでどうだうち,ょちょお前に用はないやん特にほんで話聞けへんこれ話聞こうやこいつにボクちゃんて、野球どこ守ってんのセカンドセカンド <laughs> セカンド <laughs> ベンチあ、ベンチいやもう そんなかわいそうなこと聞くなよお前虫相撲はまず土俵から落ちたり、うん、ええー、何なんこれ交換するのえ、交換するってどういうことえせっかくキング1日1匹ですよえ何そのえ買ったからって交換するのもうあにその向こうのキングとキングっていうか元キングと交換するってことじゃなくてあこれ ノコギリクワガタ換算で10.5匹の価値やってあ買ったら交換できるってことかじゃあそうやないらんしこのお肉はガたあたり出しとくお結構価値高いと思うねんけどあちょうどやんちょうどやんこうちゃんこれでほらちょうどじゃんえあこれど,どうやって交換すんのこれあ10.5匹分か10.5匹分か マジかえ、ちょっと待って。1.5匹分やと思ったら全然違うやん。はぁ、あ、そんなん。えー、うちの兵器出さなあかんのいや、うちの兵器はいけるかもしれんで、ね、ごめんやけど。あ、無理やわ。うちの兵器でも無理やわ。マジかうちの兵器で無理やったら無理ちゃうもう交換できるもんがないもん。だってこっちに。なんか、ヤ山とか出してみるここら辺のミヤ山とか。急所いっぱいの深山。これどう え、こう変えるべきなんこれあでもキングやもんな変えるか変えようかじゃあそれと交換しよう OK ーーキングミヤバ手に入れたよっしゃもうこれあれやからな俺が強くなったとかじゃなくて相手の強いものをこっちが何なんそれなんか新しいやつ出てきたんやけどお前新種出してきよこいつでも,もういいわおうちうちのもんにしとこうぜうちのもんや引っこ抜いていくから巨人みたいによっしゃ勝ち俺の OK 変えろう あと3分しかないんやけどね。まあ、この1日で今日は終わろうと思いますね。とにかくこの1日で終わるっていうだけですけどね。たぶんもう晩ごはんクイズが来て、そうなったらもうお風呂入ってね、特に夜することはないんで寝ましょう。できれば間に合う間ではね、これ行きたいんですけどね。できれば家に帰りたい。帰って晩ごはんクイズをしたい。だ、無理やと思うねんな。遠いねんな、そもそもな。むし、出てきてたうせやん出てきてたえ、生き死いいんかったのに ほんまじゃ次の日行っていいあのケバリさんってに入れたからケバリさんちょっと使いたいと思うんですけどね僕夏新作どうなんやろなでもなんかコメントを見てみる分には4やってほしいっていうなんか意見があるんですけど4ってそんなにあれなん違うのなんかその違うっていうか押すあれなんなんか俺見たことある気もすんねんな4実はマニアうんちゃうこれギリギリあ間マニア臭くさいぞ 来たこっちから行くよ最短来てる最短来てる間に合ったなこれこれは間に合いましたね晩ご飯コイズ今日ノーヒントで晩ご飯コイズえー、はあ、じゃあ、いただきますいただきますいただきます何だったんでしょうね 酒飲んでみたけど、全然テンション上がることをしようや。それは。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。た。いしかったね、何かわからんけど。美味しかった,かかかったわ。今日の番号は何かだけ聞こうじゃんあ。初代が一番面白いっていう人もいるね。あ、4人乗りブランコは俺知らん。ごめんやけど。 次のね、とにかく次また僕の後すするんですけど塊魂と狼は一応勝ったのは勝ったんで、中古ですけどね今日の晩御飯はとんかつ、卵豆腐、あさりの酒蒸しと、うん。とれたてのそら豆でしたはい、でしたっていうことでしたねあ、今日なんか萌えちゃん外にいるねさっき気づいたんだけど、うん。ボウをはげてないか年ちゃうじゃん、もう年やと思うわじゃんケはおじさんたちが東京に住んでいた時から飼っていたんだよ へーだからもうそろそろおじいちゃんなんだああそうなんやおそんな後出しやめれよお前せこいな最初に言うてくれたら俺じゃあそもそもちょっとそう他の方法は何やねんじゃあってなるもん俺からしたら違う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 ,違う俺はこっちに行きたいんだよってそうそうそう,そう萌えちゃん話聞こう今日は何で笛を吹かないの笛ってクラリネットなまあこういう日もあるってことなんだな なるほどね、今日は黙って、うん、虫の声や風音に浸っていたい気分なんだなそんな時皆様にもあるでしょうかねさあということで、えー、本日の放送も2時間の放送してまいりましたけれども残りが13秒10秒ぐらいですかになってしまいました皆様本当本日も見ていただいてありがとうございました次の放送も予約いたしますのでよろしければまたご覧くださいお疲れ様です